ラジオ伊集院光とラジオと4月2日木曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、 TBS アナウンサーの伊藤楓です。おはようございます、木曜パートナーの柴田理恵です。不謹慎って言われるかもしれないけども、はい、もうこの状況楽しんでいこうぜって決めたら、はい、ちょっと楽しく、まあ、何この俺らの周りのね、はいはいはい、周りの今TBS ラジオがコロナ対策であんなことしよう、はい、こんなことしようが、まあ、大混乱してて、はいはい、そうですね、もうそれイライラするより楽しもうと思って、はい、したなんかもう笑い出しちゃって、はい、まず昨日導入されてそのスタジオのその、僕と伊藤楓の間にアクリルパネルがある方式、はい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 、で今僕の正面にアクリルパネル、その向こう側に伊藤楓でね、はいはい、でその隣に島津さんがいるのね、はい、でそれは昨日も言ってたし、あと、生島博士さんも言ってたけど、刑法所の面会の感じっていう本当そしたら、うん、僕のイメージは、うん、伊藤楓がその刑務所の係の人、はい、エキサイトした、うん、人を止めたりとかする、ね、っていう設定にしちゃったら、あ、柴田さんが入ってる人なんだってなってて、だから僕は、母ちゃん大丈夫か、寒くなってきたけど、お母さんが、ね、何も悪いことしてないんだよ、それは分かって、それは分かってるんだけども、なんで分かってくれないんだよ、その感じになったんだけど、え、ちょっと待ってって、逆に伊藤楓を弁護士って考えると、そうそうそう、あ、俺かって、そう思ってた、そう、逆だったんですね、光る、なんか欲しいもんないのか、何度も言ったろ、もう来なくていいってっていう感じのでさらにね、昨日から、今日にかけて変わったところは、ドアを、うん、その防音のドアをもう開けっぱなしで、ね、そうなのよ、少しでも密でなくするために、うん、全ドアを開けっぱなしっていう形になったら、うん、もう全部多分筒抜けなんだよね。そうですよね、はい、普通だったらもう全部こう必ず閉めないとね、音が漏れると良くないからってなって、ガラスの向こうはちょっとみんなが控えるところになったりするから、うん、そこでバカ話してるマネージャー連中とかいるじゃない、うん、いるいる、あ、ちょっと悪口言うと聞こえんかんね、これもう、そう、気をつけて気をつけて、そういう今ね状況の中、またね、はい、プレゼンのコーナー今日あるじゃないですか、はいはい、ありますね、プレゼントのコーナーなんて大勢入ってきちゃうと、うん、ちょっとこう人数オーバー、密度が高すぎるっていうんで、今日は一人交代で入ってもらおうかとか、そういろんな工夫、試行錯誤をしながら、とにかく明るくやらせていただきます。そうですね。ね。はい。で、そんな中、一個ごめんなさい。お詫びなんですけど、今日ね、ゲストにね、国村淳さんを予定してたんですけれども、まあ、コロナの影響もあって、またね、これも、各事務所とか各テレビ局、各映画会社で方針がちょっと違う、コロコロ変わってる状態なんですよ、はいはい、うん、で、国村淳さん自体は本当にこのラジオ好きでいてくれて、でいて、本当にぜひともっておっしゃってたんですけども、うん、ちょっと出演の予定を変更させてください、はいはい、ということになりまして、はい、で大体一番こうお知らせしてほしい映画自体がちょっと公開延期になっちゃったりとかしてて、うん、そうなんだよね、でもちょっと満を持して来ていただくということになって、うん、はい、本当はね、国村さんとね、うん、刑務所コントやりたかったんだけど、うわ、絶対に国村さん犯人だよ、悪徳刑事の可能性もありますけど ね、で、まあまあ、で、出演者変更という形になりまして、はい、我が家の梅垣さんが、すいません、本当に。いや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 、とにかく明るいゲストで来ていただける人いませんかってことになったんですけど、たださ、うん、梅垣さんは柴田さん前にやりづらいと思う、やりづらいよやりづらいと思うよ、やりづらい、だってインタビューなんてさ、大体、うん、自分が受けること考えたらいい格好すんじゃん、うんうん、そうですね、うん、だってどうしてあの鼻からあのグリーン豆飛ばすようになったんですかって言われて、俺が梅垣さんだったら、あれを緑の地球に見立てましてね、その地球からこう出た笑いが、まあ世の中客席に飛んでいくっていう、そういうイメージでやったんですけど、うん、で言いたくても前に証人がいるし、うん、そうだよ、違うよ、作った経緯全部私分かってるからねあれはね、バカ話で誰が言い出してみたいの分かっちゃうから、後ほど梅垣さんいらっしゃいますんで、はい、そちらを楽しみにしてください、よろしくお願いします、はい、さあ、じゃあ今週のメッセージテーマいきますか、はい、今週のメッセージテーマはマイトイストーリー2、
おもちゃの話なんですけど、はい、もう年代で全然違うじゃないですか、うんうんうん、伊藤楓あたり何のおもちゃで遊んだの、私あの馬の模型とかで遊んでたんですよ。馬の模型、はい、馬好きは子供の頃から。そうなんです。なんで馬好きなの。いやなんか物心ついた時から馬が本当大好き でなんか父親が京都競馬場のお土産でなんか15センチ10センチあの高さが10センチくらいで幅が15センチくらいの馬の模型を買ってきてくれて、それで私楽しくも一人で遊んでたら足が折れちゃったんですよ、遊びすぎて。そしたら私泣いて父親に、はなんかもう新しいのくれって言ったら、父親がまた東京競馬場に行ってまた新しい模型を買ってきて、あのそう馬の模型って言ったって、そのなんつうのあの可愛いお馬さんじゃなくって、リアルな馬ですね。あのサラブレッドがちっちゃくなったみたいな。そうですそうです、すごいね。それなんかでもさ、競馬やる人の中で当然当たってお金が儲かるの嬉しいの分かるけど、うん、そうじゃなくても馬自体の綺麗さに惚れてる人っているよね。そうですね、私そっちですね、どちらかというと。あのツヤとか、うん、筋肉の感じとか。そうね、綺麗だもんね。なのに瞳がクリクリだったり、あれが好きって人もいるもんね。本当にちっちゃい頃です。だって小学校低学年とかですかね、模型で遊んでたんですよ。柴田さん、柴田さんなんですか。え、柴田さんが遊んでたもの。遊んでたもの、ぬいぐるみだね。だから動かないものですよ、やっぱり。でもそういういいストーリーはなくて、例えばね、私はね、あのお雛様を買ってもらえなかったの。ほんでお雛様買ってもらえないでかわいそうだっつって、近所のおばさんが毛糸で、あのなんつうの、あのこう牛の国参りみたいな形で。ごめん、わら人形。思ったのと全然、ラジオって面白いよね。あの、寸前まで、毛糸でそれなりにお姫様を作ってくれる感じだったんだけど。違う違う、わら人形と同じ形で、お姫様のセット、のセットを作ってくれた人がいて、私それがすごく、だってお雛様も持ってないし、で、人形も買ってもらえなかったから、その、お雛様で、こう、うん、人形遊びしてたの。わら人形だよ。全員わら人形だから。あの、黄色いわら人形は、あの、お代理様で、ピンクのわら人形は、おひな様。でもさ、その、まあまあ、半分さ、悔し紛れに言うんだけど、うん、お金持ちの子、僕らはソフトビニール人形つって、うん、そのウルトラマンから仮面ライダーから、うんうん、その相手の怪獣怪人いっぱいお金持ちの子は買ってもらえるけど、うん、自分は一体だったりすると、うん、工夫してさ、ラジオペンチと戦わせたりさ、これはもうそういうペンチがそういう怪獣なんだっつって。すげえじゃん、それ。そのおかげで、俺ら、イマジネーションがね、豊かになったはず。そうだよ、わら人形で。わら人形で。わら人形でお代理様とお皆様やんだから。すごいね。さあ、そんな中で、皆さんから、いっぱいいただいてます。はい。はい、川口市のおかずバナナ52歳男性の方。ありがとうございます。小学生の頃、お風呂で遊べるモーターボートのおもちゃを買ってもらった。おー、うんうんうん、ところが我が家は銭湯がゆる、うん。あー。で、実際にこの乾電池とモーターで走るから、うん、湯船に浮かべたいと、うん、銭湯なら広いからやってみたいよね。いいよね。で、そこで大事なのは、うん、一番風呂をゲットできるかどうか。あ、ちゃんとした子だから、うん、大勢人が入ってる時にやったらダメなのよくわかってるから、ね、そのために学校が終わると自転車のカゴにお風呂道具とモーターボートを入れてまだ明るいうちからも全力で銭湯に行ってで、そのモーターボートをやる。何4時ぐらい開店の時はね、おじいちゃんしか入ってないの。あと俺たちさ、下町はさ、うん、その当時よ、その当時はそうだったのは、うん、ちょっと、なんつうのかな、反社会的な人。ああ、そうそう。反社会的な人は上から命令されてて、そういうものを、うん、柄を、一般の方に見せるもんじゃないって教育されてるから、うんうん、銭湯は、まず、早くにいるの。そうそうそう。そういう人が。私が、あの、バンダイに座ってたから、よく知ってる。なんでバンダイに座ってんの。え、バイト。あそうなんだ。そうそう、そうそう、その間をモーターボートが行くと思うと、ちょっと面白いけどね。いや、いいじゃん。ね、錦鯉とモーターボート。モーターボート。ね、さあ、ということで、宛先をお願いします。はい、メールアドレスは、ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、ファックスは、03-5562-0954、03-5562-0954、また番組のホームページの投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからもご参加いただけます。
おはがき封書の宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとメッセージの係までお願いします。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園初と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。やっぱり慣れないもんなんだろうね。皆さんに届いてるかどうか分かりませんけど、うん、スタッフがドア開いてるのに、うん、割とポソッと押してるなーって言うね。いや私も気になっちゃった、そのあたりかすかに聞こえるね。あのね、押してるなーまではいいね、滑ってるなーは絶対やめて。やめてということで11時までいろんなことやってますんで聞いてください。伊集院光とラジオと今日10時からのゲストコーナーにはコメディアンの梅垣義明さんが生出演。わはは本舗でのご活躍や笑いへのこだわりなど伺います。お楽しみに。桃太郎はあまりの暑さに桃を飛び出し、暑い川を泳いで行ってしまいました。かぐや姫は森林伐採で竹を見つけられず、どこ？人魚姫はゴミが邪魔で地上に上がれませんでした。物語が変わる前に守りましょう地球環境。民放連です。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。昨年のお客様の過払い金は平均100万円を超えていました。実はクレジットカードにも過払い金が発生していました。あなたのクレジットカードから現金がいくら戻ってくるのか5分で無料診断。0120-10-10-10-10-10-10。東京、世界で一番好きな場所。いろんな街と街が山手線という不思議な輪っかでつながっている。違うもの同士がつながっている。いい未来、東京環状線、山手線、 JR 東日本。答えるハウス、答えるハウス、あなたの思いに答えるハウス、答えるハウス、答えるハウス、みんなの思いに答えるハウス、答えるハウス。日本コードがお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時42分です。この時間は皆様からいただいたメールやお便りを紹介いたします。まずは日本コードからのお便りです。春に旬を迎える野菜の一つがその名の通り春キャベツ。うんうん、キャベツといえばとんかつにはキャベツの千切りが欠かせませんが、うん、この組み合わせは明治時代後半東京銀座の洋食店が最初に始めたとされています。へー、はい、実はこのお店ではもともと茹でたじゃがいもなどを添えていました、うん、ところが日露戦争が始まり若い料理人が出兵してしまいました、うん、そのため人手が足りなくなり手間のかからないものをということで生のキャベツを千切りにして添えたところ好評で定着したという。へー、知らなかった。でもその頃一気に定番になったんだろうね。ね、ね、落語の、その頃大流行した落語の中に、うん、その豚の親子が昼寝してたら、うん、急に殺気を感じて、うん、パッと起きたら、うん、キャベツ畑でありましたっていう、その要するに自分がとんかつに、面白い。されるっていうネタなんだけど、多分一気に流行したんだろうね。そうだね。そうね。なんて食べた人もあんまいなかったでしょ最初の頃。それまではそうだよね。だって生で食べるってありえないもん。そうやっぱり昔の栄養、あのそもそもはそうだよね、衛生状況で言うと、やっぱり生で物を食べるってのは野菜少ないでしょ、やっぱり茹でないと。なんか急に珍しいことを始めたなってことだったんだろうね。はい、さて旬の野菜をはじめ草花など様々な命が輝きを増す春、そんな季節の実感をさらに強めてくれそうな毎日香の新しい仲間、その名も毎日香ナチュラル桜です。桜と白檀の香りが爽やかにふわりと広がり、しかも煙極小、香り抑えめ、残りがも灰も少ないナチュラルな使い心地のお線香。桜のパッケージも初々しい日本香堂の毎日香ナチュラル桜をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。さあ変わって皆さんからのお便りです。メッセージマイトイストーリー2ですけども、はい、女の子の遊びがあんまよくわかんないんで、う
いっぱい来てるんですが、ラジオネーム冷凍おばちゃん代表して、51歳女性の方、子供の頃わけのわからないおもちゃ、リリアン、おお、リリアン、はい、懐かしいわ。柴田さんはわかる、伊藤会でわからない、わからない、ね、プラスチックの細い筒に、まあ、ちょっとなんか秒なんか出てて、はい、まあ、形としてはね、縄跳びの握るとこぐらいの形のやつ、そこに6本、ね、はい、あの秒が打ってあんの、そう、1センチぐらいので、そこにナイロン糸をこうやって引っ掛けてどんどんこうやって編み込んでいくんだよね、うん、そう、下から伸縮性の紐が編み上がってニョロ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 長くなっていくっていう、うん、まあまあおもちゃなんですけど、そうそう、面白い、ね、僕も疑問です、で彼女も疑問なんですけども、うん、あれどこまで編んだら完成で、でできたら何に使うもんだったんだろうっていう、あの確かにみんな悩んでた。作ったわ、作り綺麗な紐できるんだよ、いろんな糸でやるから、なんだかわかんない、首から下げたりさ、男子はさ、女子はとにかく、まあ、雨の日なんか表遊べないから、うん、特にやってんだよ、ずっとやってる、うん、でこんな長くなったよってやってんのよ、うんうん、だけどさ、男子からするとさ、あれなんなんあの確かにな、何人にも使えんかったもんね、そうですよね、うん、冷凍おばちゃんさん謎です。結局あれは何だったのか謎です。本当ですか、はい、まだまだお待ちしております。円楽です。近頃よく耳にします母の日参り、亡き母を懐かしんで墓前を訪ねれば、その分ご母道の思い出寿命も伸びる。それも立派な母の日ギフトですね。母の日参りのお線香は桜と白檀の香り、毎日香ナチュラル桜をどうぞ。日本行動、日本行動がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。法律事務所未来をから B 型肝炎ウイルスに集団予防接種などで感染した皆様やそのご家族へ、国の条件に該当すると50万円から最大3600万円の給付金が受け取れます。最近 B 型肝炎と診断された方、すでに治った方や亡くなられた方のご遺族も対象の可能性があります。未来をのこれまでの解決実績7000件以上、ご相談は無料、まずはお電話を。0120-783-005 悩み005、24時間365日受付、東京弁護士会所属法律事務所未来を。時刻は8時47分。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日は東京都子育て支援員研修地域保育コースの受講生の募集と、国の重要文化財に指定されることになった円太郎バスについてお知らせします。はじめは東京都子育て支援員研修地域保育コースの受講生の募集のお知らせです。子ども・子育て支援新制度では、地域の子育て支援の担い手となる多くの人材が求められています。東京都ではその人材を養成する東京都子育て支援員研修を実施します。今回は4つあるコースのうち地域保育コースの受講生を募集します。対象は都内にお住まいまたはお勤めの方で、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、一時預かり事業、企業主導型保育事業などで従事を希望する方です。研修は6月中旬頃から順次開始します。研修の受講料は原則無料ですが、テキスト代、交通費、健康診断費用などの実費は自己負担となります。受講を希望される方は、明日から配布される所定の申し込み書を簡易書き留めで4月17日金曜日の筆着でお送りください。申し込み書は23区市町村の窓口、東京都福祉保健財団または福祉保健局のホームページで入手できます。詳しくは土曜日曜祝日を除く日の午前8時45分から午後5時30分の間に、東京都福祉保健財団電話 03-3344-8533 03-3344-8533 番までどうぞ。次に、国の重要文化財に指定されることになった円太郎バスについてお知らせします。東京都交通局が所蔵する東京市営乗合自動車円太郎バスが
国の重要文化財に指定されることになりました。円太郎バスは関東大震災で壊滅的な被害を受けた路面電車の代わりとしてアメリカから800両を購入し、大正13年1月から運行を開始し、東京の復興を支えた11人乗りのワンマンカーです。明治の落語家立花屋円太郎さんがモノマネをして円太郎馬車と呼ばれていた乗り合い馬車に似ていたことからその名がつきました。今回重要文化財に指定されることになった車両は、我が国最初の公営乗り合い自動車として現存する最古の車両です。詳しくは午前9時から午後8時までの間に都営交通お客様センター、電話 03-3816-5700 03-3816-5700 番までどうぞ。おしまいのお知らせです。東京都内で新型コロナウイルス感染症の患者が数多く発生していることから、東京都では換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離での密接した会話という3つの条件が重なる場を避けるための行動を都民の皆さんにお願いしています。特に若い方にはカラオケやライブハウス、中高年の方にはバーやナイトクラブなど接待を伴う飲食店などに行くことはお控えいただきますようお願いします。都民ニュース本日の放送内容はTBS ラジオのホームページにてご確認いただけます。都民ニュース東京都がお送りしました。何でもないことが腰や足の痛みでうまくできないという方、再春館製薬所の通算灯はお試しになりましたか？例えば洗濯機の底にある最後の靴下を拾う、この何でもないことが腰の痛みで辛い、バスで席から立ち上がるのに膝の痛みで踏ん張れず時間がうんとかかり周りからの視線まで痛いとかね、何でもないことを邪魔するその痛みに通算灯。通算灯はあなたのその痛みを徐々に和らげてくれます。まずは無料の試供薬をお試しください。お問い合わせは 0120-305-305 最春館製薬所、朝8時から夜10時まで。通算灯は指定第二類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。玄関にはインターホン、安心だなインターホン、パノラマ真横まで見える液晶モニターで一層の安心も。リフォームは玄関の安心からぜひ。ピンポンはアイポン。文学の扉へようこそ、中島智子です。この番組は文学史に残る名作をラジオドラマでお送りし、おすすめの本もご紹介しています。ラジオシアター文学の扉、毎週日曜日夜9時、どうぞお聞きください。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のある絹田歯科は、中央線西八王子駅前、0120-221-222、221-222、たぬきの反対、絹田で覚えてくださいね。インプラントの絹田歯科。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は8時54分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、おはようございます。はい、おはようございます。首都高速道路は中央環状線の外回り五反田でトラックの横転事故の処理が続いています。この時間、外回りは大井ジャンクションと五反田の間が通行止めになっています。6号向島線の上り両国ではトラックと乗用車の事故のため右側が通れません。渋滞は6キロ、向島から30分です。神奈川県内、保土ヶ谷バイパスの下りは本村インターで事故の処理が続いて、渋滞は断続的に6キロ半、
横浜横須賀道路の別所の先から混んでいます。通過には50分くらい。千葉は県道松戸原木線中山競馬場入り口で船橋方向に2キロ近くです。警視庁から以上です。白井京子さんでした。この次は9時21分頃お伝えします。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。うちは個人事業だから難しいでしょ。ちゃんと会社にしてないから信用してもらえないんすよ。それでも大丈夫。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック車検のコバック。 TBS ラジオでは2021年度新卒採用の応募を受け付けています。ラジオが大好きなあなた、進化し続けるラジオの世界で活躍しませんか？応募条件など詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。伊集院光とラジオと、この後9時からは最新ニュースや気になるニュースを解説、伊集院光とラジオとニュースと、9時20分頃からは自由律俳句を楽しむフォーサイト三等歌と、9時半頃からはプレゼント、今日は今こそ読みたいレポーターおすすめ20巻以上の漫画プレゼン対決第2弾、10時過ぎからはコメディアンの梅垣義明さんが生出演、バハハ本舗の大ベテランが柴田理恵さんがいる木曜日に襲来です。10時40分頃からはシェフが行く店のシェフが行く店をお送りします。さあ、メッセージテーマ、マイトイストーリー2ということで、おもちゃの話です。はい。ラジオネーム、サバコさん。はい。50歳の方です。うん、女性です。ゴム弾。ゴム弾、ああ、わかります、ゴム弾。はい、わかります。さあ、出ました、巨トンの伊藤君。どういうおもちゃですか？小学生の頃、休み時間や放課後に、まあ、長いゴムです。うん、長いゴムを、うん、うちの周りは片側電信柱で片側人がいたから、うん、もしくは人と人の間に長いゴム通して、うん、で、歌いながら飛んだり踏んだり足にかけたり、なんかいろんな型が決まってて、うん、で、まあ、それをクリアしていくと、うん。で、それ懐かしくて、同世代のママたちと娘たちが小さい頃に教えましたが、全然興味を示さない。あ、結果なぜかおばさん二人でゴム弾をやるといういいですね。思い出もあります。でね、うん、あんなに楽しかったんで学童クラブとかで教えないんですかって聞いたら、うんうんうん、首に引っかかった時に危ないだろうというクレームがあったので、あんなゴム、ゴムだけどね、あんなゴムビヨーンだよ、ビヨーンとして、やめました。まあ子供も興味示さなかったらあれだけどさ。そうだね。もう継承されないかもしれませんね。うん、これも男子はあんまわかんないんだけど。あれなんかあんだよね、順番に。そうそうそう。なんかこう飛んだり飛んだり飛んだり。またいで踏んで、かけて回ってみたいな。そうそうそう。昔はだから、普通にゴムの両端持ってゴムをこうクリアする。走り幅跳びじゃなくてなんだっけ、うん、走り高跳びみたいなもんだったんだけど、足引っ掛けてこうやってピョって飛んでもよかったから、そういうのがこう進化してったやつだよね、ゴム。なんかね、覚えてるのは、一番最初の水準は、足首の高さぐらいのところでやって、うん、クリアすると、そうそう、膝の高さでできる子がいてみたいな、うん、の、またいで戻って、うん、右踏んで左踏んでみたいな、うん、結構複雑なの。だんだんそうなってくんだよね。ね。うん、こう腰とか胸とか肩とかつってどんどん高くなってくる。で、俺らの頃はもう、本当にきっかり女子と男子で遊びが分かれてたからさ、うん、たまにこう、女子に人気でさ、ゴム弾入って遊ぶ男の子がいるのよ。ああ。そうすると必ず、女の中に男が一人って言ってすげえバカにするんだけど。そうそうそう。今思えばものすげえ羨ましい。多分羨ましくてあれ言ってたんだと思うんだけど。女の中に男が一人でやった。必ずそんなん言ってたの思い出しましたね。懐かしいな。今時そういうことも言わないのかね。そう、まあ、またさ、うん、そういう意味で、こう、その、何、性別で遊びが分かれるともちょっと違ってきて、そうか。仮面ライダー大好き女子とか全然いるから、そうだね。その辺は時代を反映するのかなと思うんですけど。そうか。男の中に女が一人ってのもあったもん。羨ましかったでしょ。うん。みんなで大家さんに。人生100年時代を生き抜く、
資産の活用をお手伝いします。みんなで大家さん販売がくじをお知らせします。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの伊藤楓です。おはようございます。木曜パートナーの柴田理恵です。さあ、ここからは伊集院光とラジオとニュースとの時間になります。早速今日のニュース、別スタジオから土井敏行アナウンサー、よろしくお願いします。はい、今朝は6本のニュースをお伝えします。新型コロナウイルスの拡大防止策を検討する政府の専門家会議は、昨日、都市部を中心に感染者が急増し、感染者の集団が頻繁に見つかっているため、医療現場が機能不全に陥ることが予想されると懸念を示す提言を発表しました。そして、1週間前に比べて大幅に感染者が増えている地域では、期間を決めた外出の自粛のほか、10人以上が集まるイベントへの参加を避けることや、他人数での会食をしないことが求められるとしました。安倍総理は参議院決算委員会で、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言をめぐり、国会への事前報告の手続きについて問われたのに対し、スピード重視で宣言を出す構えを示しました。また、今この時点で宣言を出す状況ではないとも発言しています。新型コロナウイルスの感染者の急増を受け、東京都は都立学校などの休校期間をゴールデンウィーク明けの5月6日まで延長することを決めました。入学式や始業式については、規模を縮小し、感染防止策を講じた上で実施されます。また、都内の公立の小中学校や私立の学校についても、区や市などに強く協力を要請していくとしています。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、デマやフェイクニュースが横行しています。政府が今月1日に緊急事態宣言を出すと発令するとの噂に対し、安倍総理は今週、デマやフェイクニュースに気をつけてほしいと注意を促したほか、4月2日にロックダウンを実施という情報に対し、菅官房長官は事実とは違うと明確に申し上げると否定しました。企業の景気に対する見方を示す3月の日銀短観は、大企業の製造業の景況感を示す指数がマイナス8となり、前回の調査から8ポイント悪化しました。この指数がマイナスになるのは2013年3月以来7年ぶりのことで、5期連続での悪化です。アメリカ、トランプ政権の新型コロナウイルス対策チームは、アメリカ国民が感染拡大を抑えるために何もしなければ、国内での死者数が250万人から220万人に上るという予測を示しました。一方で、行動を自粛すれば10万人から24万人に抑えられるという予測も示しています。トランプ政権が最低でも10万人の死者が出ると覚悟していることが明らかになった形で、衝撃が広がっています。以上、ニュースをお伝えしました。土井敏行アナウンサー、ありがとうございました。この後解説を交えて、ニュースを少しゆっくりと。1967年から15年間にわたり放送された伝説の深夜ラジオ番組、金曜ナチチャコパック傑作集1974年版を4月22日に発売します。当時の担当ディレクターが選び直した熱い内容が今よみがえります。CD2 枚組の3巻セットで税込み1万1000円です。別途送料頂戴します。ご予約はフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 まで。パソコン、スマートフォンからは TBS ラジオおすすめで検索してください。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝の解説は時事通信社元解説委員長で、帝京大学教授の軽部健介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。日経
日経短観。まあ、はい、まあ、日経短観とは何か、お前さん失礼しました。日銀短観とは何かから言うんですか、はい、日銀短観というのは、全国の1万社ぐらいを対象にして、はい、まあ、四半期に一度、3ヶ月に1回、まあ、今、景気どうですかというようなことを聞く調査なんですね。で、1万という数は非常に多くて、で、しかももうこれは日銀が、まあ、場合によっては直接出向いてやってるケースもあるようですので、非常に信頼のおける調査だとされているんです。はい、で、この調査で、このマイナス8になったと。はい、で、大企業の製造業というのは、実はこれ、景気を見る上で非常に指標になるんですね。で、ここが悪化してくるということで、非常にその危機感は強まっていますね。で、ただ、これはまだ3月の短観というのは、まあ、大体2月から3月にかけて、聞くんですけれども、タイミング的には、うん、まあ、企業によってちょっとばらつきがあるかもしれませんけど、やや早い。つまり今足元の状況を反映していない可能性があるんですね。はい、で、そうすると、今度6月に出る、6月短観というのは、もっとはるかに悪くなっている可能性もありますね。そうですね。まあ、5期連続悪化。そうですね。っていうことは、これその前からも、例えば消費だったら消費税の影響とかがあって、まあ下げつつあって、どっかで下げ止まるんだろうっていうタイミングがなかなかつかめない上に、もしかしたら、それこそそこだと思ってたところはコロナにあるもう一個下があり得るっていうことですか。実はそのアベノミクスというのは、安倍さんはよく強調なさるのは、はい、もう戦後最長の経済拡大ですというのが続きましたとおっしゃるんですけれども、うん、ちょっとこれも怪しいんですね。わかりまだこれ正式に判定ができていません。判定をするのは、政府が指名をしたマクロの経済学者たちが、まあ何年か後に、1、2年後に判定をするんですけれども、うん、もうすでに2018年頃に、景気は転換をしていたんではないかというような見方もあるようです。したがって、まあ今回コロナがぐんと足を引っ張りましたけれども、うん、様々な要因で、例えば米中の貿易戦争とか、消費税とかいう形で、すでに経済は転換点を過ぎていたということも言えるんですが、コロナがなかれせば、おそらくこれほどの悪化はなかっただろうというふうに思います。いや、ちょっとゾッとするような6月に向けて、はい、新たなその短観に向けてちょっとゾッとするような。で、おそらく多くの人がこれはリーマン以上の衝撃だというふうに言っていますから、うん、まあ多分そうなんでしょう。で、ただおそらく大企業は相当の内部留保といって、はい、まあ、なんて言うんでしょう。まあ、言ってみれば個人で言えば、ちょっと例えが正確ではないんですけども、貯金みたいなものがあると。うん、だからそれを取り崩せば、なんとかしのげるかもしれない。はい、問題は多分中小企業でしょう。そうですよね。そうですよね。で、日本の全国の、まあ、全企業数の 99%。で、従業員で言えば大体7割ぐらいは中小企業に関連してるんですね。なので、要するに大企業、製造業が悪いというのはよく、もうそれはそうでしょうと。コロナがこうなってますから。ただ中小企業の方が日本の人口に占める割合もはるかに大きいですし、やっぱりここがバタバタバタっといってしまうと、本当に景気の足をさらに引っ張ってしまうということになるんだろうと思いますね。なんか僕それこそここのところずっと休業するには保証がないと、そらね、休むに休めないんだっていう話をずっとしてるんですけども、今回もね、僕一番最初に文字で、マスク2枚配ることにしましたっていうのを見てね、ちょっとエイプリルフールじゃねえのと思ったぐらい、そんな段階なのって思ったんですけど、やっぱ保証はできないもんなんです。ですね、おそらくまあ、マスク2枚配ったというのは、安倍さんが、もうま、1ヶ月前からマスクのね、配布について言ってたので、はい、まあ、遅ればせながらというところなんでしょう。うん、で、今、伊集院さんがおっしゃるように、その、休業保証みたいな話っていうのは常に付きまとう話ですよね。はいはい、で、実は、航空会社については、昨日の国会答弁でも、安倍さんは、やはり経済の基盤的なインフラなので、はい、これには支援していきたいというふうに言っているんです。はい、つまり JAL や ANA、こういうところは、まあ今、全然飛行機乗りませんし、動きませんので、当然その経営が非常に厳しくなる。そういう時は、まあ何らかの形で支援しますよと、こういうふうなことをおっしゃっているんですね。で、じゃあ中小企業、
例えば緊急事態宣言が発令されたとしてですね、うん、もう休まなきゃいけない、うん、あるいはもうすでに、劇団とか、うん、あるいは文化関係の方なんてもどんどん、はいはい、もう全然芝居できてませんので ね、うん、で収入を失われているというところへの保証というのはどうするんだこれは、はい、ということになるんですが、はい、おそらく昨日も個別の保証はできませんと、うん、こういうふうなことをおっしゃってるんですね、はい、で昔から実はその有名な言葉で、経済で言う有名な言葉なんですが、うん、too big to fail という言葉があるんですね、はい。これは大きすぎて潰せないっていう意味なんです。これは実は金融危機の時に、まあ、なんて言うでしょう、たくさん使われた言葉なんですけども、うん、銀行が大きくなればなるほど影響があまりに大きいので、うん、これは破綻を処理できなくなっちゃったというようなことを、まあ、指して言ってたんですけれども、うん、今回も航空会社のように、経済の基盤的なインフラだということで救われると。うん、じゃあ中小企業潰れていいのかという気になってしまいますね。したがってもしも緊急事態宣言というのが発令されるのであれば、まあおそらく休業補償ということは真面目に考えなければいけない。うん、そうですね。で、なぜならば、思い出すのは1997年の金融破綻の時なんですけれども、うん、大きな金融機関、北海道拓殖銀行とか山一証券とかバタバタ倒れたんですね。はい、で、その後、翌年98年、翌年は日本長期信用銀行とか日本債券信用銀行なんていう、うん、絶対潰れないだろうと思ってた銀行が破綻をしたんです、うんうんはい。で、これらの、確か98年だと記憶してるんですけれども、うん、自殺者が急増したんです。うん、あで、やはり経済、が破滅に追い込まれてしまうと、うん、こういうふうにその、まあ、自主を選ぶ方っていうのは非常に増えてしまう。うん、で、確かにその緊急事態宣言というのは、国民の命を守るためという大義名分があるんでしょう。うん、しかし、同時に、その、経済より命っていうのはその通りなんですけれども、国家が強権を発動するのであれば、うん、それによって生じる命の犠牲というのも防ぐというのは、これは当然国家の役割だろうというふうに私なんか思いますね。なんか、我々は我々の業界だけに言ってることではないんですけどね、うん、やっぱエンターテインメント業界も、じゃあ本当に上の方の人は、うん、そらね、今までの蓄えもありますしね、うん、なんとかなるんです、仕事が減っても。うん、だけど、うん劇場経営とかは、本当にギリギリでやってるので、うん、ああいうところでまだ働いてる人とか、スタッフさんとか、スタッフとかは、本当にこう、切羽詰まってる状況で、うん、で、さらにはいろんな飲食の方とかも、うん、やりたくてやってんじゃないんだよっていう、うん、本当に、5000円でも今日の売り上げ上げないと、うん、ましてずっと、家賃はかかっていくわけでっていう状況になってて、ここやっぱり、ある意味安心して休めるように、うん、ある意味街に出てくる魅力的なお店なんだけど、うん、休めるようにするには、やっぱり保証がいるし、うん、マスク2枚はちょっと遅すぎる気がしますね。うん、せめて家賃なんとかならないのかな。で、なんか諸外国にはもちろんその日本よりずっとすごくこう強権的に制限をかけられる国、かけてる国ありますけど、聞くと、保証はセットでなされてる感じがするんですけど。うんうん、ね。個人的には飲み屋さんなんてのは私のインフラですので。なるほど。だから、ここは我慢するからっていう、その代わり、その、潰れちゃうことはないようにって思うんですけど、うんうん、そうそう、なんか、とにかく魅力的なお店がおそらく、いや、じゃあやっとね、うん、全部正常になりましたっていう、うん、日本にまたインバウンドでいっぱい戻ってきましたっていう時に、うん、魅力的なお店はもうありませんよっていうことにだってなりかねないんですよね。そうですよ。うん、そう、あと、トランプさん。はい。これすごいびっくりしたんですけど、はいはい、そう、最大220万人死ぬっていうのが僕は規模が大きすぎてちょっとわかんなかったんですけど、はい、でも、自制をすれば、うん、ちゃんと頑張れば、うん、10万人しか死なないっていう言い方じゃないですか。それちょっと怖い、恐ろしいですね。トランプさんずっとブレてたんですね。つまりこんなの怖くないと、はい、あっという間に治るぞみたいなことを言っていたんですが、うん、とてもとてもそんなことじゃないと、うん、いうことになって、今度は逆に、これ大変だと。うんいうふうにしていろんなことを、いたしたんですが、うん、まあおそらくこれもそのうちの一つだと思います。で、ホワイトハウスがこうやって10万人という数字を出したので、やはり国民もより一層
気をつけるんだろうと思うんですが、うん、まあ、ちょうどいい機会なので、ニューヨークやワシントンに勤務する私の後輩なんかにちょっと聞いてみたんですが、やはり、今もう街は本当にゴーストタウンのようだと。うん、で、まあ、レストランはすべてクローズしているし、うん、テイクアウトの店もほとんど営業していないんだそうですね。だから食うもの困るぞと。うん、で、スーパーに行って、うん、そのレトルト食品なんかを買ってくるみたいな、うん、そういうことをやっているようなんですけれども、うん、まあ、あと、まあ、彼らが言ってたのは、アジア系に対して、はい、なんとなく俺たち敬遠されてるなっていうムードを感じるんだそうですね。で、やはりこれは東京に住んで、まあ、日本に住んでいるとなかなか感じられないことなんですけれども、うん、まあ、トランプ大統領とか、まあ、そういう方たちが中国ウイルスだとか、あるいは武漢ウイルスだとかってこう言ってみて、まあ、簡単にその、なんて言うんでしょう、そのヘイト的な発言をなさるので、やはり、保健衛生といえば、そういう名目で、排外主義が簡単に広まってしまうということが怖いというふうに言っていましたね。それからもう一つだけ言えば、これは面白い記事が出ていたんですけれども、はい、アメリカの新聞に、今回のコロナウイルスで影響が経済に出てきて、で、若い方を中心にして献金ができなくなってきていると。つまりアメリカの大統領選挙、まあ、選挙というのは個人献金が結構大きな割合を占めるんです、はいはいはい、で、自分の生活が苦しくなってきているので個人献金ができない。なるほど。で、特に影響を受けているのはバイデンさんなんだそうです。つまり民主党が全然お金集まらなくなってきちゃったということで、今必死になって金集めを始めているという記事が出ています。大統領選挙っていうのは延期になったりしないもんね。ですね、これは憲法で定められていますので、抜け道があるのかもしれないんですけれども、少なくとも憲法で定められているものを簡単に変えられるとは思いませんね。でも公平な選挙のために国からお金出るってこともないんですか？あります、それは。ありますけれども、うん、ただ、やはり、献金、あるいは大、うん、そのがないと、パックって言うんですけども、うん、非常に大きな額を集める、そういう政治団体があって、そういうのが選挙を支えてるんですね。さあ、まあ、最後になりますけど、ちょっとデマが横行してると。で、これは悪気なくこういうの聞いたんだけどっていうのを発信しがちなんですけど、うん、昔の噂話以上にネットがあるので、ものすごいスピードで、不正確な情報は出回るので、まず慎重にっていうことと、はい、もし良かれと思って流したものが違ってたと思ったら、うん、それは違うんですっていう訂正はきちんとするべきだし、入ってきたソースを雑にその切っていくと、どんどんこういう話聞いたんだけど、うんうん、私も疑ってるんだけど本当かしらっていう文章のこの周りのおかずが全部抜けると、うん、突然確定の情報のようにして流れるとか、うんうん、いろんなことを気をつけないと、うん、自分がそれに加担することになりがちだと思うので、それはもう僕も自分で自分にそう戒めますけれども、ちょっとみんなで気をつけていきたいなと思います、はい、カルベさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、森博の高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、森博の高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は森博各社の提供でお送りしました。声優の徳井空です。音声ガイドアプリミミタブで私が MC を務めるプログラム、徳井空のオカルト探検クラブが好評配信中。月刊ムー編集長の三上竹春さんを助っ人に迎え、関東のオカルトスポットを大紹介。ほらね、雲母星人って言うんだよ。雲母星人って雲母星群の雲母星ですか？雲母星人だよ。うわー、ひょっとしたらこの鶴舟、雲母星人じゃねえの？雲母からはるばると。日本で唯一、フリーメイソングッズ専門店がある。なんかグッズって何ですか？何か、抱き枕とかですか？大きな。大きなの。ロボットが。ロボット、ガンダム？ あ、ガンダムじゃない方ですか？ガンダムもありましたね。ガンダムもありました、ね。まあ、ちなみにガンダムとムーは同い年ですからね。あ、そうなんですか？同い年。すごい。ガンダムですからね、ここはね。ガンダム入ってる。音声ガイドアプリミミタブは誰でも簡単にダウンロードできますので、ぜひ聞いてくださいね。時刻は9時18分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、おはようございます。はい、おはようございます。お伝えします。関東地方、この後日中は各地で晴れる見込みです。東京はこの1週間ほとんど日差しがなかったんですが、今日は1週間ぶりの青空となりそうです。
この青空の下、洗濯物を干している方も多いかと思いますが、気をつけたいことが2つあります。1つ目、風が強く吹くことです。飛ばされないようにしっかり止めるようにしてください。2つ目は、神奈川県を中心に関東南部では午後にわか雨の可能性があります。空模様の変化にお気をつけください。最高気温は15度から20度くらい、風は強いですが日差しが暖かく感じられそうです。以上、天気予報でした。気象予報士の石上沙織さんでした。わはは本舗の柴田理恵です。 TBS ラジオ主催、わはは本舗全体公演オートオイラン、今回は日本の伝統芸能をわはは流にアレンジしちゃいます。5月27日から31日まで中野ゼロ大ホールで開催。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報まで。時刻は間もなく9時20分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、強い横風の影響が道路にも出ています。圏央道の幸手インターと五海インターの間は最高速度が50キロ、アクアラインの橋の部分の最高速度は60キロ、東北道は浦和と栃木の間で最高速度が80キロに制限されています。また都内の東京ゲートブリッジの最高速度は30キロに制限されています。その横風の影響もあって、東名高速の下り横浜町田インター付近落下物があり3キロの渋滞、また外環道の外回り戸田西付近にも落下物があり3キロ半の渋滞です。首都高速道路は中央環状線外回り五反田でのトラックの横転事故による通行止めは解除され、この時間は左側一車線規制に変わっています。神奈川の保土ヶ谷バイパスの下り本村インターでの事故の処理は終わりましたが、246の上り青葉区の江田交差点、乗用車と自転車の事故のため一車線が通れず2キロの渋滞です。警視庁から以上です。白井京子さんでした。この次は9時52分ごろお伝えします。ご飯が進むキムチのピクルスコーポレーション、白菜の商品が多いのになぜかロゴはキュウリとナス、ピクルスコーポレーション。漬物で野菜の元気をお届けします。ピクルスコーポレーション。ナイスショット。どうです、もうハーフ。いや、今日はこれからゴルフ三昧になって考えてたけどついていかないや。そんなあなた、ゴルフだけじゃなく毎日の生活にも歩く力って大切ですよね。そこで新登場、再瞬間製薬所の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特保ではなく、機能性表示食品でつるんと食べやすいスティックタイプのゼリーです。目指すはエイジシューター。歩みのゼリー根の力。まずは無料のお試し3本セットから。お問い合わせは 0120-777-444-777444、最瞬間制約書まで。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文。モノタロウ、工具に安全用品、文具も部品も売ってます。工場の味方、モノタロウで検索。入れ歯でお悩みの方、インプラントで実績のある絹田歯科は中央線西八王子駅前、0120-221-222-221-222、タヌキの反対、キヌタで覚えてくださいね。インプラントのキヌタしか。法律事務所ホームワン。ホームワンへ過払いのことで質問が寄せられています。借金の資料はないけど過払い金請求はできるの？完済からもうすぐ10年、まだ間に合う？クレジットカードのキャッシングも過払い金は出るの？10年以上は返済してるけど。今、過払いのことで迷ったら、ホームワンへ。0120-316-279。東京弁護士会所属、弁護士法人、法律事務所、ホームワン。
伊集院光とラジオと放送と三等価と、この時間は経営図電機、大谷さん他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオと放送と三等価と、時刻は9時24分です。今週もリスナーの皆さんの自由な俳句、自由律俳句を味わっていきましょう。はい、松茸梅3種類のコーナー専用ステッカーをプレゼント中です。さあ、読み手は森本武郎、スタンバイ遠藤靖子さんにお願いして、今日の1句目です。埼玉県ラジオネームメリーさんの七時さんの作品です。風呂場の吸盤。深夜に落ちる。風呂場の吸盤、深夜に落ちる。これ僕選んだんですけど、はいはい、なんかこういう喜怒哀楽のどれでもない、なんていうのかな、うん、でもわかるな、何かを今感じさせるなっていう作品が好きで、うんうんうん、で、しょっちゅう風呂入ろうと思うと落ちてんだよね。あの体洗うやつと一緒に、落ちてる。で、これもうダメなのかなと思って、うん、でまあ一応元のとこつけるじゃん。うん、で、これで風呂入ってる間、うん、一切大丈夫なんだよね。そうだね。で、何度か引っ張っても大丈夫なんだよね。うん、大丈夫かと思うと、夜中、ガコン、ああ吸盤落ちたなっていう、あの感じ。うん、ね、なんか、ちょっとこの、どの感情が動かされてんのかわかんないんだけど。なんか吸盤が友達みたいな感じもするしね。で、ちょっと静けさみたいなものも。感じるし。あるし。赤弱感もあるし。ちょっとね、あの、穏やかだけど感情の動きみたいな。腹立つような笑っちゃうような、その感じなんですよね。見てない時にこそ落ちるんですよね。目の前で落ちてくれれば買い替えようかなって思うんだよ、ね。さあ、続いていきます。富山県、ラジオネーム、シュガーマンさんの一句です。漁師の趣味が釣り。漁師の趣味が釣り。これ私が選んだんですけど、その仕事の延長線、なんか仕事が趣味の延長線上なのかもしれないし、うん、私生活がその仕事から抜け出せないのかもしれない、うん、どちらかわかんないんですけど、うん、どちらにせよ幸せなことだなと思って。あ、そうだね。だからこれをどっちのギアで受け取るかって、うん、なんかもう心理テストみたいとかある気がする。確かに。これを、絶不調の時は、負の方に取るな、俺。あ、抜け出せないな。結局切り替えることなんかできないってなるし、全部のことがラジオで喋れるっていうことで幸せを感じる時と、結局のところ、ラジオの気分転換をすることがないと思うときと俺多分両方そうですね、あるかも、ね、真逆の人もいますよね。コックさんだけど家で絶対料理しない人ってもいるんだよね。完全に仕事と趣味を分けてる方とかもいますね。この人は分けてんですよね、きっと。私は幸せの方に取ったけど、まあ、漁師で生活はしてるけれども、うん、本当はこういう一つ糸を垂れて、ちょっと面白いね。柴田さんはこれを分かれてると取ったんだ。うん、俺らは一緒の方で取ったよね。私も一緒だと思ってました。え？もう要するに漁業ってああいうんじゃなくて一匹一匹を釣るっていうのは、そう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 、別ってこれ取ったんだ。そう。ちょっと面白いわ。いや、こうやってこう、穏やかなさ、桟橋の先っこにこう、で糸垂れて、ああ、いいな、俺やっぱ海好きだなと思いながら、撮るときはもう、わっさかわっさわっさ。それは経生活、まあ、売れる魚を撮るわけでもなくね、釣りの方はね。そうそうそう、帰れ、ちっちゃいぞって帰れって返しちゃうっていう。なるほど、そういう、こう、グラデーションはちょっと面白い撮り方だね。そうね。さあ、じゃあラストです。千葉県ラジオネーム、ワイオカさんの作品です。古民家レストランより、古民家に住んでいる。古民家レストランより、古民家に住んでいる。うん、これもね、
なんかこう、ものの考えようだなっていう、古民家レストランっておしゃれじゃないですか。おしゃれ。でもうちは、ただ古いだけのボロっちい家なんだけど、だけど、古民家に住んでんだよ、俺はっていう、そういう思いはいいかなと思って。ついこの間までボロやって思ってたんだけど、うん、そう古民家でございますという。うん、今もうあの、ほら、密閉空間がダメでしょ、はいはい、うち一切密閉されませんからね、私んち。サッシは四角くて立派なんだけどさ、木が何度かすっごい隙間があって、外見えるんだもん、うちなんか。あの、カーテン閉めて朝とかにさ、線がわかんない。朝だっていう。それがわかんないね。スースーするもん。それもいいことだと、ね、逆にね、うん、俺あの古民家風レストランっていうのがさわざわざ呼ばすって言い方言うんだけど、ね、わざと古、ね、ボケさせたみたいな感じ、ね、あるあれどんなもんいかがなもんかねっていや、うん、確かにそれはそうだよね、で、本気の古民家住んでる人は、うん、わざとやってるわけじゃねえんだけどねっていう感じとかねうちのがずっと立派だよさあ、ということで、まあ、あの、時間ある、まあまあ、仕方なくお時間できちゃったなんていう人は、ぜひ、初めての、はい、ご投稿お願いします。はい。メールの場合は、メールアドレス、ij@tbs.co.jp まで。おはがきの場合は、郵便番号 107-8066、TBS ラジオ、伊集院光とラジオと、自由律俳句の係までお願いします。番組のアプリ、投稿フォームもご利用いただけます。ご応募いただいた方やご紹介した方には松竹梅ステッカーを差し上げます。はい、来週も自由な一句を待ちしております。ケーズ電機安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き、さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。今すぐケーズ電機安心パスポートアプリをダウンロード。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。日本はストレス大国だ。春は新しい環境でドキドキ、夏は仕事でキンリキリ、秋は子供の行事でズンズン、冬は受験でチクチク。そんなストレスからくる神経性胃炎には太田漢方胃腸薬2ですっきり。第二類医薬品です。伊集院光とラジオと法財と三等価と、この時間はケーズ電機大体さん他各社の提供でお送りしました。今借金をしている方も過去にしていた方も、払いすぎた利息を取り戻せる場合があります。クレジット会社も対象です。カードや明細がなくても大丈夫。お電話いただければわずか5分ほどで過払い金があるかどうか無料診断いたします。調査無料。過払い金を取り戻せなければ一切費用をいただきません。調べて過払い金がなくても無料です。まずはお電話を。ガイア総合法律事務所 0120-077-557 0120-077-557。 あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか。そんな皆様の窓口にTBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。伊集院光とラジオとプレゼント。さあ、リスナーの皆さん後ほどプレゼント当たりますので最後までお付き合いください。伊集院光とラジオとプレゼントのコーナーです。今週も先週に引き続きまして、まあ表に出れないし家で何して過ごそうか、はい、という、皆様のために、番組リポーターが今こそ読んでほしい漫画をご紹介します、うん、でその、作品の条件ですが、はい、20巻以上すでに出てるんです。おー、長い。だから面白くなきゃ続かないんで、うん、そう絶対面白い。そうつまんないわけはないんで、うん、まああとはプレゼン能力にかかってくるわけでございます。そうです ね、 ね、それでは伊藤楓からのテーマをお願いします。はい、今こそ読んでほしいレポーターおすすめの漫画ナンバーワンはこれだ、プレゼン対決。さて、再三再四申し上げてますけど、このご時世なんで、うん、いろいろラジオ局もいろんな対策を試しておりますが、はいはい、このコーナーも試験的にスタイルを変えていきます、うん、今回のリポーターは母心の関くん、トンちゃん、トウズカ、ナミコちゃん、桐畑トールの3人ですが、
スタジオ内に入るのは一人ずつプレゼンの時だけです。おうおう。で、プレゼンが終わったら即退場です。もう言い訳とかできないんです。だからさらっとちょろっとした言い訳を入れてくるやついますから、それ一切できません、はい、で、投票で勝った人だけがスタジオに戻って感想トークができますので、まあ別スタジオでやりましょうとかいろんなやり方はあるんですが、今回はこれを試してみようということでございます、はい。だから、キリアタトールが入ってきた時だけうるさいです。ね、存在がうるさいからね。そうなんですよ。きっとうるさいですからね。キリアタトールだけはガラスの向こうの表でやってもらうっていうのがいい手だとは思うんですけどね。さあ、あと審査員の方式もちょっと変わります。はい。審査員10人集めるとはいつもこう3人勝負の時は定番でしたが、シンプルにスタジオ内の柴田さん、はい、伊藤楓、はい、スタジオ外の、AD 佐藤の3人でやるんですが、うん、これ実はね、柴田さんがすげえ責任重大で、あの1対1対1になった時はそうです、ね、柴田さんなんですよ。でそうするとね、1対1で回ってきた時、うん、A1 票 B1 票の時は、うん、もうどれを入れようが柴田さんで決まるの。ああ、そうでしょ。そうだね。そうですね。そういうことでしょ。うん、だからいつも以上にプレッシャーはかかります。柴田さんの責任が重大ですね。わかりました。リスナーの皆さんへのプレゼントですが、これはそのままです。コミックの購入に使えます。図書カード3000円分を3名様にプレゼントしますので、ぜひ最後まで聞いてください。さあ、この方式どうなるんですかね。いやー、楽しみ。まず一人目のプレゼンターの入場です。あ、来たね、おい。よろしくお願いします。来たね。はい、母おころ関です。皆さんおはようございます。よろしくお願いします。ちょっと新方式、なんか変な緊張感があるよね、なんでしょう、めちゃめちゃ緊張しますね。なんかそうだよね。はい、ウォーミングアップないからね。はい、はい、それではプレゼンタイム2分間です。緊張のままいきますよ。はい、用意スタート。僕がおすすめする漫画はエンジェルボイス全40巻です。タイトルだけを聞いたら少女漫画をイメージするかもしれませんが、うん、こちらバリバリの高校サッカー漫画なんです。ではストーリーでございます。舞台はですね、市立嵐山高校、通称一嵐。一嵐サッカー部は県内最強と呼ばれていました。ただしサッカーではなく喧嘩で、この最強サッカー部を構成させるべくスカウトされた監督の黒木は、持ち前のまっすぐな情熱でサッカー部と向き合います。そして黒木の情熱に引っ張られ、サッカーに夢中になっていく一蘭サッカー部。しかし冬の選手権で県内ベスト4にならないと敗部という条件を突きつけられてしまうのです。サッカーができる喜びを覚え始めたメンバーにこの条件は重くのしかかります。そしてチームに歪みが。もともとは荒くれ者の集団、小さな言い争いから殴り合いの大乱闘に。この大空に翼を広げ。そう、この大乱闘を止めたのがマネージャー高畑舞の歌声、エンジェルボイスなんです。この純粋なエンジェルボイスが一蘭サッカー部を一つにまとめてくれたんですね。この後高畑舞は仲間としてチームと強い絆で結ばれることになります。しかしこのマネージャー高畑舞はこの後重い病気にかかってしまうんです。ストーリーはここまでで、あとはぜひ読んでいただきたい。さらにですね、僕がこの漫画のすごいと思ったところがもう一つ。35巻で話の山場を迎えますが、僕がもう何回読んでも泣いてしまうところなんですが、この35巻の最後にとっても印象的なシーン、このシーンがなんと一巻の表紙になってるんです。描いて書かれてるんですね。何、最後のやつはみ出たわけ。何それは。緊張が、緊張がそうさせました。そういつまでいるんだよ。あ、え、カンカンになったら出ろよ。そうだよ。ルールだから。ありがとうございました。ありがとうございましたじゃないよ。こう一番今日のさ、そのシステムでキーを握ってる柴田さんが途中で笑っちゃうってどういうこと。大丈夫、そうきたかってなっちゃった。そうっていうかさ、もうよくわかるんすね。盛り盛り盛りだ。それが実際読んだらグッとくるのよ。いや、そうなんだよ、そうなんだけどさ。さあ、行きましょう。続いてのプレゼンター、この方です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。入場のね、
入場が軽やか、ごめんね。入場が軽やか。じゃあもう一回自己紹介お願いします。うん、はい、おはようございます。とんちゃんこと、とわずかなみこです。はい。はい、さあ、行きますよ、新方式。ね、はい、もう心が整わないまま始まりますからね。はい。行きます。プレゼンタイム2分間です。用意、スタート。私は、こんな時だからこそ、ぜひ読んでほしい、ヒーロー漫画をおすすめします。ヒーロー漫画？堀越康平さん作、僕のヒーローアカデミアです。皆さん、この漫画、普通のヒーローものとはちょっと違うんです。うん、まず、舞台設定。この世界では、世の中の8割、ほとんどの人が生まれつき超能力を持っています。例えば炎を操れたり透明になれたりといった能力が生活の中に普通に溢れているんです。うん、子供たちに一番人気の職業はプロのヒーロー、うん、ヒーローたちは事務所に所属し取り締まった敵の数と人気によって国からお給料をもらえるという公的職務となっています。そのためヒーローを育てる学校があるんです。さらに主人公、ヒーローものの主人公といえばドラゴンボールの悟空やワンピースのルフィなど超人的な力でめちゃくちゃ強いというのが一般的ですよね。ただこの作品の主人公デクは違います。この世界では珍しく超能力が一切ないんです。すごく普通の中学生、しかもめちゃくちゃ気が弱い。そんな彼の運命を変えたのは最も憧れる世界ナンバーワンヒーローオールマイトとの出会いです。ヒーローとしての素質を見込まれたデクはなんとオールマイトの能力を受け継ぐことになるんです。このデクの師匠となるナンバーワンヒーローオールマイトも普通じゃありません。今まで地球を守ってきたゆえにもう体がボロボロ、スーパーヒーローの姿を保てるのはたった3分間です。それを超え力を抜くとガリッガリの紐みたいなおじさんになってしまうんです。そんな姿でもデクを育てる姿にはとても力をもらいます。僕のヒーローアカデミアはタイトルは聞いたことありますけど、はい、ね、私もあります、ね、でもこんな感じの話なんだっていう、はい、あ、有名なんだ。はい、あの、まあ、見かけるよね、本屋さんではすごい見かける漫画なんですけど、ね、はい、だこの辺がすごい難しいのは、うん、リスナーの人によっても感覚が違って、うん、当然20巻以上出てますから読んでますよっていう人がいて、そうすると何を今更トンちゃんっていうかもしれないし、うん、俺らはそこわからないから、うん、あ、うん、タイトルはわかるけどこんな感じとか、はい、だから漫画詳しい人はそうそうって言ってたりとか、そこ違うって言ってるかもしれないけど、うん、判定があくまでね、うん、柴田さん、伊藤楓、AD 佐藤っていうことですからね。ぜひ読んでいただきたいです。はい、はい。あれ、とんちゃん、まだいた？え、うん、いやいや、まだ来てないんだけど。すいません、すいません。すいません。ありがとうございます。勝ったらまた来てね、感想を言ってもらいますからね。さあ、あいつ呼ばなくていいんじゃないか、漫画の話で。外でもう十分存在感じてますから、ね、うん。おはようございます。あ、いや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 、平田君、平田君声でかいから、はい、外からやってくれても構わない。そうですね、俺、いや、なんで外なんだよ。俺だけ外っておかしいでしょ。なんか拾ってますよ、今の俺の声。拾って、十分、十分拾ってるよ。ねえ。やばい。さあ、ということで、はい、平田君は何系の漫画行くんでしょうね。ねえ。プレゼンタイム2分間です。はい。いきます。用意、スタート。はい。今回私がご紹介する漫画はですね、宮下秀樹先生の戦国でございます。戦国。主人公はですね、戦国秀久という実在の武将なんですけども、まあ、信長、秀吉、家康の下で、まあ、戦働きをするんですが、簡単に言いますと、この主人公、戦国史上最も失敗をしてそこから見事挽回をした男なんですね。だまあ現代でいう戦国しくじり先生でございます。あ、なるほど。そういう話なんですね。さあ、それでは戦国マニアの私桐畑がおすすめする面白ポイント、その1、うん、登場人物の顔が面白い。まあいろんな戦国武将が出てくるんですけども、例えば武田信玄、うん、この顔ゴッドファーザーの頃のマーロンブランドなんです。へー、さらには上杉謙信、うん、ロシアの大統領プーチンの顔なんです。もうあの大阪のこれお坊さんなんですけど、本願寺賢女に関しましては、うん、顔
ミック・ジャガーですから。それ意識して書いてる。そうなんですよ。だから戦国時代なのに外国の有名人の顔を使う。はあ。これでもね、意外と迫力があっていいんですよね、これがね。イメージがあるんですね。はい。さあ、面白ポイント、その2、うん、作者の仮説でございます。うん、まあ、史実にのっとって話は進むんですけど、うん、たまに、この一般的な通説を、この作者の宮下先生が、うん、まあ、いろんな歴史資料とか、あとは実際に現地に足を運んで、うん、独自の仮説を立てるんですよ、うん。これがちょこちょこ出てくるんですね。うん、例えば、織田家と武田家のこの長篠の戦いの場合、うんうん、通説では、織田方は鉄砲三千丁の交代一斉射撃とあるが、うん、これには疑問が残るっていうフレーズが出て、ここから宮下先生の仮説で話が展開していくんです。うん、当時、命中率の悪いこの鉄砲を、これ、信長は自らおとりになって、敵をここにおびき寄せたんじゃないの？敵な仮説が出るんですね。ものすごい顔で話足りないっていうか。そうそう。あと5分もらえます。あと5分はないです。もともと2分ですからね。さあ、早く出てかないとお尻を燃やします。ちょっと待って、マジっすか。やばい。さあ、ということで3人のプレゼンターによる20巻以上出てるおすすめの漫画。まあでもこういうきっかけがないと20巻以上の漫画って手に取ろうと思わないじゃないですか。思わないですよね。家で時間があって、まあたまたま聞いたラジオでそんなに言うんならっていうのを皆さんが手に取ってくれるといいなと思います。関くんはエンジェルボイス。うん。トンちゃんは僕のヒーローアカデミア。そして、桐畑くんが戦国です。柴田さん、伊藤海でスタジオの外にいる AD 佐藤の3人による審査です。行きましょう。まず、ガラスの向こう、AD 佐藤が一番良かったと思うプレゼン、判定ボタンをどうぞ。桐畑、戦国。桐畑の戦国行きましたね。さあ、桐畑一票取りました。続いて行きましょう。伊藤海でです。判定ボタンをどうぞ。関。さあ、割れたり、やっぱ割れるよ、これだけの名作揃えば。ね、となると、本当にもうこれは柴田さんの押した人が即です。即、もう、今回の勝者です。それでは柴田さん、ボタンをどうぞ。桐畑。勝ったのは桐畑トールでした。入場いや、こっからあと10分ください。いや、戦国の話を。まあでもすごいな、僕はすごいなと思った、はい、戦国好きの桐畑徹が戦国ものの漫画で評価するって、うん、やっぱそれなりすごいかなってあるのね。やっぱ熱の入りようが違うわ ね、全て読み込んだっていう感じがすごくしますね。これまだ続いてるんですよ、今63巻ぐらいまで、63巻か、はい、たっぷり読めますから、これからちょっとチャレンジしたいなと思いますね。あ、なんかさ、何々編みたいなのが書いてるんだよね。そうですね、まあでも一応時代はずっと続いてて、だからまあ要するにその時代の全てのことに関して、はい、そうですね、まあ日本史の勉強になるわね。だから漫画読みながら勝手に歴史の勉強ができる。あ、いいですね、入ってくるんですよ。それでかいわ。だからもう伊集院さん特に読んでほしいんですよ。だから俺最近になってやっとタイガーに目覚めたからでしょ。俺新鮮に読めるような気がする。ぜひ読んでもらいたいですね。そう、伊藤楓は誰をしたんだ、エンジェルボイスの、これもよ面白そうで笑ったの柴田さんだけですよ。この漫画のファンの人に怒られますよ。柴田さん、柴田さん、そこ笑うとこじゃないんだけど、そうなんだよね。そうなのよ。知らない人間から取ると、そう来るかと思ってるうちに、なるほど、確かに病気だとドラマ性広がるわってなっちゃうんだよね。いや、うまいとこついてんのよ、ね、そのちょっとこう、うん、スクールウォーズ的なところがあったりさ、うん、あいつ急に歌い出した時はどうしたんだろう。そうなんだよ、びっくりしましたけど、ちょっと半音外れてたでしょ。半音外れてません。伊藤海でちょっと興味持った。いや、でもやっぱりこういう王道の漫画って裏切らないじゃないですか、まあ そうだね、それをストレートにプレゼンしてくださったので、そう、ね、読んでみたいってなりました、うん、僕はねバランス取るわけじゃなくて、あの僕のヒーローアカデミアは知ってたのになぜか手出してなかったから、うん、そのきっかけで読みたいなとは思ったね。面白かったね。読んでみたいな。いや、このシステム、はい、さらにいろんな案が出てて、はい、もうみんなは家からやりゃいいんじゃないかっていう。え、
電話で電話で電話とかネットでっても出てんだけど、なるほど、切り方は多分、はい、退去させられると思うよ、家でこの声出してたら。そうです ね音漏れがねすごい。家がね、はい、あと、はい、関君はあの家で歌う勇気があるかどうか、突然歌う勇気があるかどうかって、奥さんの前でね、ねえ、さあいろんなバランスを取りながら、はい、またいろいろやっていきたいと思いますが、はい、皆さんへのプレゼントは変わりません。図書カード3000円分3名様、伊藤楓から宛先お願いします。はい、ご希望の方はメールにお名前、ご住所、電話番号を書き添えの上、アルファベット小文字で ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp までお送りください。その他番組ホームページの投稿フォームやメールアプリ伊集院光とラジオとスマホとなどからもご応募いただけます。当選者はエンディングで発表します。いやー、まあ、これを機会にね、じゃあ戦国を、まあ、例えば最初3巻だけでも買ってみて読み始めるとか、いやいや、うん、そうね、読み方はね、ありそうですね。はい、はい、桐畑くん、関くん、あと、もう帰っていいよ、帰っていいよ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。嘘つき嘘ぴょん、大げさな古代、紛らわしい紛らわし、このダメダメ3匹を広告で見つけたら03-3541-2811 JALO にご連絡ください。広告の嘘、大げさ、紛らわしいに関するご意見は日本広告審査機構へ。膝の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。歩き始めや階段の上り下りだけでなく立ち座りも痛くて、ここ2年ぐらいは年だから仕方がないと諦めてました。そんな時ラジオで通算等を知り、これはと思い電話したんです。膝の痛みがなくなってスキップができたら嬉しいですね。膝が痛かったら無理ですものね。ラジオの前の皆さんは膝大丈夫ですか？再春館製薬所の通算等は、関節炎による膝、腰、肩、肘の痛みを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 305-305、 年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で、ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時あなたのそばに。時刻は9時50分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、外環道の外回り戸田西付近の落下物回収作業は終わりました。この時間3キロ半の渋滞、通過には10分です。京葉道路の下り千葉東ジャンクションでは事故の一報です。6キロの渋滞、通過には15分くらい。一般道は神奈川県内246の上り青葉区の枝交差点で乗用車と自転車の事故です。一車線が通れず2キロ半。県道の川崎町田線の上りは鈴木区の大熊町でトラックが電柱にぶつかる事故です。片側交互通行で上り川崎方向に1キロ、反対下り町田方向は1キロ半。埼玉県内では16号の外回り北区吉野町2丁目付近今場東交差点で軽乗用車同士の事故です。一車線が通れず3キロ。他千葉県内は16号外回り大網街道入り口で1キロ半、都内は中原街道の上りが平塚橋で2キロ半、田園調布署前から25分です。警視庁から以上です。白井京子さんでした。 TBS ラジオ交通情報、この次は10時25分頃お伝えします。人生には様々な転機があります。新聞はそんな情報を読者に届けるのも役割の一つです。毎日新聞は人生の転機ですれ違う男女の30年を描いた映画弥生三月を応援します。毎日新聞。何？いらっしゃいませ。今日からは冷蔵庫を開けたら崎陽軒。何？何？チンするだけでいつでも横浜の味。冷蔵タイプ、美味しさ長持ちシリーズ。美味しいしうまい崎陽軒。法律事務所
ホームワン。ホームワンへ B 型肝炎のことで質問が寄せられています。献血や検診で B 型肝炎と言われたけど、給付金は出るの？以前治療をしていたけど、家族が B 型肝炎で亡くなって。ご家族のことででも気になったらホームワンへ。給付金請求の期限は2022年1月までです。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、この後10時からはコメディアンの梅垣義明さんがスタジオに登場です。お楽しみに。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマはマイトイストーリー2。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園発と、厳選された素材を使用し丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口ようかんの詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。さあ、ラジオネーム海辺のザフヤさん。はい、僕がたくさん遊んだのは知恵の輪です。おー、知恵の輪見なくなった。そうじゃねえ。最近見ないです。昔遊んだけどね。ねえ。母は当時、はい、知恵の輪をやっていれば、うん、頭が良くなると信じていて、うんうん、知恵の輪さえやっておけばあんた塾行かなくていい。いや、でも本当に知恵の輪やったら頭良くなるって言ったよ。言ったよね。言った言った。知恵の輪って言うぐらいだしね。うん、そう。でももうこう言い切って、子供の自分からしても、謎の信頼を知恵の輪に寄せているっていう。確かにだよ。すごいね、知恵の輪最強説。そうな、知恵の輪って溶けるんですか？溶けるよ。うちの兄貴はすげえ、うちの兄貴は僕が見てもすごい頭いい人だったけど、うん、すぐ外せるんだよね。やっぱ俺は、私はできなかったけど、上手な人いるとパパパッと外せるんだよ。そうなんですか。俺はもう最終的に力づくっていう、そういう感じになってったけどね。懐かしいの出てくるんですが、はい、ラジオネームポテトサラダさん、はい、あ、懐かしいわけだ、同い年、うん、ポテトサラダさん1個下か51歳、はい、40年以上前は、うん、駄菓子屋に爆竹やクラッカーなどの火薬を作ったおもちゃが普通に置いてありましたね。あったあった。人を変えてだとそんな感じないか、はい、あ、知らないの、はい、今思えば火器厳禁だよな、そこね。本当だね。うん、中でも好きだったのが鉄砲のおもちゃで、うん、直径5ミリぐらいの樹脂製のキャップの中に赤い火薬が入ってて、うんうん、まあ、それを、まあ、装填して撃つとパンパンって本当の火薬だから、怖いな、音が鳴るやつでよく遊びました。火薬と煙の匂い、あ、そう、あの匂いするのよ。あの、ね、火薬がパッと燃えた匂いすんの懐かしいです。懐かしいね。さすがに今はもう売ってなさそうですね。売ってないと思います。見たことないですね。だからほら、あの運動会のよーいドンもあれと似たようなもんだろ。 あれって今どうしてんだ、あのパンは。パンは私の時は火薬でした。火薬だった、火薬で、はい、あるにはあんのかね。今どうなんだろう。今ね、これ覚えてるのはこのほぼ一緒の年だから、途中からそのね樹脂の中に入って割ときちんとしたものになったんだけど、俺らの頃は赤いテープの中に、そう、私も紙テープの中だった。蚊に刺されてみたいな大きさの火薬が入ってて、で大きさが結構いい加減だから、うん、すげえ音で鳴るやつと、そうじゃないやつがあって、こう紙テープみたいなやつだったよね。そう、うん、パチンパチンと。保存が悪いとさ、もうしけっちゃっててなんないからさ、うん、あの駄菓子屋のやつダメだなとかよく言ってたね。私鉄砲使わないで石で叩いて遊んでたよ。あったね。原始人だよね、そうなってると思うね。石で叩いてバーンつってわーだって喜んでんだもん。ラジオネームシュラシュシュシュさん、はい、子供の頃お祭りなどに行くと売っていた、うん、壁にぶつけると一旦くっついてゆっくり歩いて落ちてくるタコの形の。タコ、わかります。あったあった。あったね。わかる。わかりますわかります。遊んでいるうちにだんだん粘着力がなくなって壁につかなくなって遊べなくなる。
で、お祭りで見つけると、なんかいつも買ってた。そうだよね。名前はわかりませんよ。あれなんていうの？なんかいいだこみたいなやつ。まさにさ、この真ん中のアクリル板だけどさ、こういうとこにベタってくっつかゆっくりさ、ぐねん、ぐねんって言って落ちてくんだよね。そうそう。なんかさ、なんだろう、こういうの読んでると、何が面白かったのかよくわかんないし、親はくだらないもん買うなっつって、うん、確かにくだらないんだけど、あの時は面白かったね。面白かったよ。シンプルな。ねえ。ですよ。さあ、もう一つぐらいいけるかな。はい。ラジオネーム、てるけさん。はい。バネのおもちゃ。うん、階段をゆっくり降りてくる。バネのおもちゃ、うん、セガンで買ってもらったけど、うん、うちの階段はうまく合わなくて落ちなかったんだと、あ、悔しかったっていう、あれもあったね。何が面白かったんだろうね。わかんない。スリンキー、あ、スリンキー、スリンキー、ね、そうそうそう、あれ何が面白かった。生き物みたいだったじゃない。そう、一歩一歩着地、シャクトリムシみたいな、なんか足みたいな降りてきて、あんな鉄の塊がさ、あれは今の子も今の子頭良くなってるじゃん。今の子も楽しいのかな。楽しいんじゃない。うん、確かにくだらないんだよ。だから楽しい。でもいいですね。いいね。パンってね、そのまま食べると本当の美味しさがわかるの。うん。だからサンドイッチも手軽に美味しく。うん。美味しいパンは生でわかるんです。山崎ロイヤルブレッド。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。10時です。TBS ラジオ、伊集院光とラジオと梅垣義明と、おはようございます。伊集院さんどうも、梅垣です。そして、おばば、おはようございます。おととし金曜日の有馬さんのところに呼んでもらいましたけども、今回はですね、なんと昨日の夜突然私に電話がかかってきまして、明日 TBS に来いと急に言われまして、私も今日忙しい時間を割り割いてです、忙しいんですから、そちらの中の後スタジオの方にお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの伊藤楓です。こんにちは、木曜パートナーの柴田理恵です。さあ、予定ではですね、国村淳さん、お願いしてたんですけれども、はい、映画公開の事情とかいろいろ重なりまして、はい、急遽、梅垣義明さんをお呼びしたらたまたまの、もうハードスケジュールがたまたまこの10時から10時40分のみが、たまたま偶然ってすごいですね、空いているということで、すみません、すみません、ね、僕ね、梅垣さんとゆっくりお話しするような番組ご一緒になったことないんですけども、はい、はい、大勢いる中に梅垣さんが登場して、うん、グリーンピースが当たりそうになったことはあります。あ、そうです。それぐらいの距離にはいたことがありますんで、CM を挟んでわはは本舗所属コメディアンの梅垣義明さん登場です。コメディアン関取花のどすこい鎌倉散歩、関取花です。音声ガイドに特化したアプリケーションサービス耳たぶにて、関取花のどすこい散歩ラジオが配信中。神奈川出身の私関取花と、鎌倉に詳しいこと写真家の原田博先生で、私のルーツである鎌倉をお散歩しながら歴史を学んでいく音声ガイド散歩です。鎌倉駅から若宮大路を通って鶴岡八幡宮に来たんですけども、小学生の時とかに、まあ、お母さんと歩きながら、ここが若宮大路だよって言われてる、その王子の字は普通に王子様の王子だと思ってあ、そうなんだと思いながら歩いてます。何も知らなかったです。確かに、だからその若宮だけがあって、はい、そこに参詣道ができたから若宮の王子なんですよ、ね、元は。そうなんですね。それで若宮です。耳タブは数字の33とアルファベットの TAB と検索して、スマートフォンのアプリストアからダウンロード。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えして、
ゲストにまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト梅垣義明さんは1959年生まれ、岡山県出身の現在60歳。1984年にオーディションを受けて劇団わはは本舗に入団。梅ちゃんの愛称で親しまれ、鼻息で豆を飛ばしながらシャンソンの名曲ろくでなしを歌い上げるパフォーマンスで一世を風靡しました。また俳優としては大河ドラマ秀吉やドラマはみ出し刑事情熱刑シリーズなど数々の作品に出演されています。本日のゲストはコメディアンの梅垣義明さんです。おはようございます。皆さん手拍子一つよろしくお願いします。もっと朝から元気出して。はいはいはい、ババランパンババランパン、あ、詰めるぞ詰めるぞ、この酒場でたくさん飲んだから古い愛を燃やけて新しい私は恋人に捨てられてしまったの。今もう4つ入ってますから、4つ入ったの、4つ入ったの、4つ入ってる、ロンクーン、まだドキドキ、ロンクーン、何個入った、もう今5個入った、出ないんだよ今日は。そうか、エアレーサクしてんだ、飛沫があるから出ないんですよ今日は。ちょっと改めて紹介してください、お願いします。ということで、え、柴田さん言うたび笑いますけどコメディアンの梅垣義明さんですよ。お前コメディアンなのか。今鼻から豆を一生懸命出してます、ティッシュで。いやいや、コメディアンでやめてください、なんか、ただ鼻から豆を出す男でいいですか。もう役職なの、鼻から豆を出す男。忙しいのに来たんですから、もっと歓迎しなさいよ。本当忙しいの。まあそうでもないけどね。昨日の夜マネージャーが出会って、うん、明日空いてるって言ったら何言っても、なんかお茶でも飲むのかって言ったら TBS 来いって逆に言われて、びっくりしましたよ。お茶でも飲むのか、お茶でも飲むのかっていう。いやでも本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ただね、今日オープニングでも話してたんですけど、ゲストに来るにしても、やりにくくないですか、前に柴田さんいるの。やばい、まあね、久本と柴田がやっぱり普段会ってるから、はいはい、なんか今日でも梅垣って言うか、なんかまた怒られるんだね、なんか怒られ癖ついてるから、この人の場合は昔から。だから始まる前にこれ資料とか読むじゃないですか、うん、しかもねすごく真面目に急遽決まったのに、うん、まあ、質問こんな感じの質問出ますってアンケートが答えてくれたの、うん、それを読んでたら、このギャグができたきっかけはみたいな、これ見てるじゃないですか、うん、横から柴田さんが覗き込んで、これ違うよってそんなことばっかり言ってずっとそうだよ、こんなかっこいいこと書いちゃってさ、鼻から豆を飛ばすのはこれ、ただ歌うのはつまらない、鼻からこう出したらどうだろうって考えますと、自分が考えたみたいな。これ真似話していいですか、うん、確か鼻から豆を飛ばしながら歌うっていうのは、うちの演出家食べ始めこれやったらどうって言われたんですよ。食べさんが発案したの。そうだよ、それをやるとき俺は本当にその鼻から豆飛ばしてさ歌ってつまんねえじゃと思ったんだけど、受けたもんだからでも聞き出せ、これは本当なんですけど、鼻から豆を飛ばすっておかしいじゃん、このやるってことが、うん、その前僕やってたのはまあ、シャンソン歌ってたんですけど、宮さんが好きシャンソンって真面目に歌ったけど聞いてくんないから、うん、なんかネタをやりながらっていうことで最初やってたのが、うん、鼻にタバコ2本入れて、はい、鼻にタバコを吸いながら、はい、口から煙を吐きながら、はい、煙が目にしてみるを歌ってたんですよ。それも面白いね。それをやってたのを見て、うちの演出家の食べ始めがそれ鼻できるんだったら豆飛ばせないかってよく分からないんだけどもやってみたんです。それで一番最初に鼻から豆飛ばしたのはフワマン作だからね。フワさん、そうなんです、フワマンさんが豆じゃなくて、あれはね新聞紙の玉を、はい、昔あの赤テント状況劇場で、はい、青よ青ってこうなんか馬か牛か連れてきて、そう新聞紙詰めてバーンってお客さんに飛ばすっていうのをフワマン作さんがやってたのよ。くだらねえ、くだらないでしょ、くだらねえ、どうでもいい歴史だけど、私はそのフワマン作さんが大好きで、うん、あの新聞紙の鼻詰めるのをやってって言ってやったんだもん、うん、でそれすごいいろんな歴史があって、その久本さんは久本さんでやってるシャンソン歌ってるし、うん、全部多部さんはじゃあこれやろうってなって、でそれ融合したあの形になったんですか。だからフワさんもやったのも知ってたんですけども、うんうん、だから初めてあの豆を飛ばしたのが歌うっていうのは俺初めてだから。あ、そうだね、うん、フワさんはただ新聞紙を詰めて飛んでたね。それは面白かった。この歴史必要です
ですか。今までの紐解いて一番、俺紐解いて一番すげえ無駄な時間を過ごしてます今。すげえ無駄な時間。無駄な時間。無駄な時間でもう一個言うよ。豆飛ばすのは歌って腹式呼吸じゃないですか。ところが豆を飛ばすのは胸式なんですよ。あ、そうなんですか。いやこれ知らなかった。腹式は豆飛ばせないの。だから俺歌いながら録音して歌いながら、そうでしょ。腹式で歌いながら胸式に瞬間変えてるってことを知らなかったんだよ。それこそどうでもいいわ。本当にこの長い付き合いのオバマも知らないんだもん。知らなかったろ。どんな苦労してあの飛距離を出してると思ってるんだと。そうだよ、こっちは。ただ飛ばしてるだけじゃないんだ俺。これね、褒めてあげたいのは、あの豆は人を嫌な気にさせない、あのこう曲線を描いて飛ぶんですよ、梅ちゃんの豆は。直線じゃないの。直線は攻撃だけど、曲線は人を和ませるっていう。それ、その飛ばし方をできるの。そんな田淵こいつホームランじゃないんだから、そんな。軌道がね、ライナーじゃなくて、こう、上に上がっていくという。観客全員が見上げたというね。田淵こいつのホームランは、もう虹のようだったって言われてるんだけど。虹のような豆だって言われてんだよ。くだらないけど、これまた、これ飛ばすと、今日はやりませんか、やりませんけど、でしょ。な、鼻水が出るんですよ。はい、今やりませんよ。はい、今そういうことで照明が当たると、はい、照明が当たると本当に客席で虹が見える本当に。もうこれ、いや、これ本当なんだって。虹がなくなってるよね。虹は絶対見えないもん。で、マジだってこれ虹が見える。お客さんからアンケートで書いた。虹が見えました。虹が見えましたって。これで収束しますよ。本当だ ね。コロナが収束してくれれば、また虹がかけられるんですよね。そ、まあ、それ待ってるんですよ。そうですよ。お願いしますよ。今も鼻がしょっぱくてしょうがないですよ。出さないからね。いや、まあ、あのね、はい、さっきちょっと CM 間に聞いてびっくりしたんですけど、まず我が入団する時のオーディションは柴田さん見てる側だって言うと、そうです、オーディションする側だったの。だからね、僕もその前にあの SET で三宅裕司さんの劇団落ち、はい、落ちたんですよ。落ちてるね。やっぱりオーディションっていうのはその幹部の人たちがみんなこう会議室にこう座ってこう構えて待ってるわけじゃないですか、うん、でもうちの母は今も柴田も久本みんなうちの佐藤もみんな結構地べたにこう体育座りして待ってるんですよ、うんうん、それを後で聞いたらやっぱオーディションっていうのは人を選ぶんだから一応人生決めるわけだからこれやらずに進んでなくてこう結構地べたに座って一緒の 目線っていうかな。なるほど。それはでも見事だったんですよ。すごいと思った、まあ、だからね、要するにオーディションするような身分じゃないんですよ、うん、こちら側が。その謙虚さがね、その劇団始まって、はい、初めての誰か入団者をも募ろうということで、したら誰か来ていただける人がいるんだろうかと思ったら、はいはい、いただけたわけですよ、この梅が。いただいたんだ、いただけたよ。あげたり下げたり。いらっしゃったから、だからお茶どうぞってお茶出して。だからね、お茶珍しいでしょ。だからもう緊張していってんのに、石原さんがお茶出してくれて、はい、なんかそれも、こんなにいい人がいるんだと思って、そのなんか旅館の神よりなんか民宿のおばさんみたいな人出てきて、はいはいはい、来たね、お盆に、なんか、あげたり下げたり。どっかで拾った茶碗に、なんか、このお茶飲んでいいのかなみたいなお茶なんだけど、それ出してくれて、すごい優しくしてくれたら、それはすごい覚えてるんですよ。それだ、ほら、失礼に当たるじゃない。私たちなんてほら、オーディションできる免許じゃないんだから。だって、何年目ですか、その劇団始まった。だから始まった年。あ、じゃあもう自分も佐藤 B 作さんとか押しかけて入ったある程度ばかりで、そういやいや、もっと押しかけて、でその後何年か経ってから和波音符立ち上げた時に、そうそうそうか、そうか、それで1本目の芝居はやったんですけど、2本目になる時に誰かやっぱり入ってもらわないとっていうことで、何ヶ月かですから、だから来ていただいた入団希望者です。そうですよ。その時のそれこそ柴田さんの印象とかはどんなですか。いや、年そんなに変わらないですけど、一個上なんですけども、はい、この人おばあさんいくつなんだろうな、なんか思った。これで本当にすごくみんな優しいんですよ、やっぱり、優しいよ、うん、だから柴田さんがこの人いい人なんだなと思って、うん、稽古始まったらとんでもない声ババアでこのギャップ初対面はすごいんですよ。お茶出してたんですもんね。そう初対面こんなにやついませんよ。だってみんないい人って言うけども、例えば知らない番組、地方の番組とか僕行ってたりしないですか、うん、行ってて、柴田さんっていい人でしょって言ったら全部否定します。そんなことありませんって。周りが上げてくれた評判を梅垣さんが少し下げてるんだね。今日もね、だからそうか見てたら、柴田さん見てたら、後ろ見たら髪の毛が起きたばっかりだから、なんか、何、キスの、人種もなんか頭がむちゃくちゃになってていつもね一個くくっただけでもうねすっぴんパイナップルみたいなのできてるんで、ね、そんな可愛いもんじゃないですよね。
くるんですよ。柴田さん側は覚えてます？その梅垣さんの。覚えてますよ。うん、印象が強い人が二人だけいたんです。はい。でその二人は撮ったんです。それが梅垣くんと吹越充くん。ああ。うん。あとは何人かいらっしゃったけど、全然覚えてなくて。うん、あのね、吹ちゃんっていうのは、昔からああいう独特の空気を持ってて、ほんでまた美少年でね、18歳で可愛くて可愛くて、ちょっと面白いような、こう、ちょっと、こう、なんていうのかな、ちょっと変わったパフォーマンスをしたんですよ。で、いいね、あの子はいいね、あの子は間違いない、いいよ。梅垣は、じゃあ君はなんか特にありますか？僕はですね、大学でね、落ち研に入っておりましてね、もう何でもできますと、ほんならじゃあ一つやってみてください。毎度バカバカしい弱笑いを。あ、すいません、忘れました。じゃあなんかちょっとね、今日はちょっと忘れました。って言って言ったら、あいつ顔は面白いんですよ。顔は昔からこんな変な顔。はい、でも、わざと変な顔に作り直したわけじゃないからね。わかったけど、おかしいだろ。なんで、わざと変な作り直すんだよ、うるせえな、これ。変だから絶対面白いけど、あいつ何にもしなかったぜってなって、ちょっとステップ踏ましても全然ダメだし、あどうするって言ったら、最後の最後に、じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。明日俺は面白いですから、明日俺は面白いですからって言ったの。ほんで帰ったの。あいつ。でも最後に帰るときに僕は、稽古場出るときに、稽古場の出口のところで土下座して帰ったの覚えてるんですよ。うん、なぜ僕らそんな、僕ら技術がある人間だったらどっか入ってやってますからないんだから、誠意落ちてないよ。誠意とか、どんなに入って気持ちを伝えるために僕はそういう土下座したり、そういう気持ちだけを伝えようと思ってやったことが、で、中身はなかった。まあ全員一致で撮ったですよ。あんな変な顔してて何にもしなかったことだけど、明日面白いって言ったら、ね、明日面白いっていいですね。あいつには優位に立てるって言ったあいつにはとにかく優位に立てるから入れようって。自分たち上から物言っちゃ失礼じゃないかと思ったら、うん、言えそうなやつ来たと思う。そうそう、あいつは一番下に置いとくのが一番いいって言って、もうかなり2分も下に見られてたんで、最初から見られてたんでね。そうそうそう、で入ってどうですか、入ってから。いや、入って僕らはその芝居やろうと思って東京、京都から上京したんですけども、はいはい、まあ劇団というイメージが、劇団四季とかそういう合間イメージしかなかったんですよ。だから稽古始まったら、レオタードを着て、レッグウォーマー着てみんな踊ってるっていうイメージがあったんですよ。はいはい、稽古始まったら、そんな格好した人間誰もいなくて、柴田破れたジャージに、下で T シャツ着て、ここ首折れてるんですよ。でそれでここにまた胸にもらったんでしょうね。B&B と書いてて。B&B で首に日本テレビしてるんですよ。これこんなの芝居劇団でこんな稽古の格好したのこれ言ってましたけど、麦わら帽子かぶったら完璧な農作業ですよ。とにかくみんなお金なかったから稽古着っていうかジャージがなんかボロボロだったのすごい覚えてますね。そう、知らなかったもん、あの頃はね。当時バブルが始まるぐらいの頃でね、はい、うちの稽古場のすぐ10メートルぐらい先に、うん、ケーズバーっていう、おしゃれなバーがね、カフェバー の、うん、こう元祖みたいなところで、はいはい、だから夜になるとそこにおしゃれなこう眉の太い唇の赤い女の人、はい、トレンディーな、トレンディーな皆さんが、肩パッドでワンレンなんとかみたいな人が来てたんだけど、はいはい、私たちはその辺をずっと汚いジャージでね歩いてたね。まあ、バブルと関係なく過ごしてますからね。それとバブルの恩恵全く受けてないもんね、うん、どれぐらいからですか、なんか手応え出てきたっていうか、それはもう劇団としてでも自分としてでもいいんですけど。いや、僕は実際にはよく劇団なんかよくより分かりやすいこうあれで言うと、風呂付きに住めるようになったのが、それが結構劇団芝居やってると大きいんですよね、うん、まあ、劇団が最初にわーってなったのは、うん、あれはその1年後ぐらいなんですよ。へー、うん、冗談画報っていう番組そうに出てありましたね、うん、ああいうこうちょっとあの頃はだから今みたいにお笑いが全盛ではなかったから、うん、そのいわゆるこの寄席の方とあと大阪の漫才師さんとそのぐらいで漫才ブームも少し冷めた頃だったのでね、今、ひょうきん族は面白かったけど、うん、そんな感じの時だったから、その若手っていうのがあんまりいなかったんですよ。でその冗談画報っていう番組に出てたのがダウンタウンさん、うん、それから私たち、それからなんだっけ、いろんな今でもスカパラみたいな人、あの番組がだから、ね、その冗談画報っていう番組はフジテレビがとにかくとんがってて新しい、うん、まあ、笑い寄りだけど、まあ、パフォーマーだったりとか、いろんな人を出すとか、あそこさえ出れば、いけるっていう、もう伝説の番組で、
うっちゃんなんちゃんたちもあそこ出たし、そういうこと、筋肉少女隊とかもあそこだったし、バンドバンドそうです。そうそう、電気グルーブとかも後にあそこからだったし、だからそういう登竜門的な。そう。あれに出てから、お客さんたちがもう、すごく、私たちはその時指定席じゃないから、定位券だから。定位席だから、ね、ものすごい下で行列作ってくださって、あそこからだよね。新宿のね、タイニーアリスという劇場があって、はい、そこはまあ新宿と雰囲気もあるんですけど、はい、なんかお客さん並んでて、もう靴とか預かるんだけども、スタッフが足りないから照明さんとかもお客さん靴預かってくれて、はい、その靴がまた臭いんですわ。で、その頃おしゃれだったのが、あの、大竹さんのところなんだっけ。ラジガリガジビリバシステム。そこはおしゃれさ、コムデギャラソンに来てあるおしゃれなお客さんが多かったんだけど、はい、うちは北のお客さんが多かったから靴が臭いのすごい覚えてるのもう足臭いのがこれもラジカルガジベリビビンバシステムは伊藤聖子さん、大竹誠さん、まあ、シティボーイさんね、大竹誠さん、サイチエルさん、北郎さんがいて、あと何だっけ、あとは竹中さん、竹中さん、そうですね、そうそうやってあったんだ、その劇団の中でも、うん。でもやっぱり、わははって異質だったから、そうですね。それこそ劇団系のゲストの人来ると必ず言うのは、うん、そう、一番さんよく言うのは、うん、劇団の人から、わははお前らお笑いだろっつって、そうそう、言われて、お笑いの方からお前ら劇団だろって言われて、そうそう、すげえ真ん中をすげえうろうろしてる感じ。ずーっと隙間。確かに。だからあの頃、営業ができる劇団って、わあ、何だったもん。いや、そんなありえないもんね。営業する気はないでしょ。デパートの屋上で営業したり、デパートの水着売り場でやったことあるね。なんかそういうところで営業やって、お金もらって。森脇さん、わははの営業でも、ピンのイベントでも、まあステージでもいいですけど、すげえ覚えてるステージ、覚えてる。まあ、失敗でもいいし、喜びでもいいんですけど。配中が僕はやっぱりやってることは、まあ全員でやって一人でやってる時なんかは、そういうよくお店の、例えば昔のなんか地方のマハラジャの周年パーティー呼ばれて、はい、やっぱり酔っ払いに絡まれてて、はいはい、あの、だから、で、まあネタ、おむつ履いて、おむつにお酒入れながら悲しい酒歌うんだけど、ちょっと待って、それちょろっと言ったやつが面白すぎて、すごい紙おむつの中にお酒をお酌してもらって、悲しい酒、本当に悲しいわ。ね、で、最後ビール瓶一本バーン突っ込んでやるんだけども、うんうん、で、俺はまあ、ワンホンポの人間と呼ばれてんだけど、うん、で、最後のお客さん面白かったって、でもところで梅木さんどちらのお店なんですかっていう間違われる劇団と思われてないから、劇団がそれやるわけないじゃないですか、そんなこと。あ、そうか、うん、俳優がそれをやるわけないと思ってるから、うん、ただの陽気なすごいテンションのお店のね、お店の人だと思うみたいな、そう思われてましたね。すげえな。さあ、ちょっと一回 CM 挟みます。今日はですね、突然来てこんなに面白い、梅垣義明さんお招きしております。勝手に来たみたいな言い方やめてください。特別来たの、ダメ元で電話したら来たんだよ。ダメ元かよ。TBS ラジオ協力、スタジオアーキタンツ20周年記念公演、ブライトステップ ×ATP、アーキタンツ2020開催。スタジオ設立20周年を記念して、世界で活躍する若手ダンサーと日本を代表するバレエダンサーが集結、古典、能や現在のバレエ、ダンスが凝縮した公演をお届けします。出演はローザンヌ国際バレエコンクールで優勝した菅井まどかなど多彩なキャストでお送りします。8月6日から新宿文化センターで開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。法律事務所ホームワン。ホームワンへ借金のことで質問が寄せられています。親の介護で生活費が足りなくなって、交通事故に遭って仕事が減ってしまった。離婚後の養育費がかさんでしまって。解決方法は人それぞれ。ホームワンがあなたの返済する力を診断して、最適な借金の整理の仕方を提案します。東京弁護士会所属弁護士法人法律事務所ホームワン。ああ、旅先で歩き回りたい、ジョギング仲間に入りたい、たまにはゴルフもしたいし、もっといろいろ楽しみたいんだけど。お父さん、そのためには歩く力を維持していくことが大事なのよ。え、そうなのか。再春館製薬所から新登場の歩みのゼリー根の力を試してみて。なんだそれ。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれていて、
この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより、中高年の方の歩く力を維持することが報告されているのよ。それに特保ではなく機能性表示食品よ。よし、なら試してみるか。まずは歩みのゼリー根の力、無料の3本セットをお父さんも試してみて。電話番号は 0120-777-444 最瞬間制約所。 TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。時刻は10時23分です。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の石上沙織さん、お願いします。はい、お伝えします。関東地方、朝のうち雨の降っていたところもありますが、この時間は広い範囲で晴れています。この後もおおむね晴れる見込み。ただ午後は神奈川県を中心とした関東南部でにわか雨にご注意ください。また群馬県の山沿いでは雨の残っているところがありますが、こちら昼過ぎには止んでいく見込みです。たっぷり日差しが届いていますので気温が順調に上がっています。東京赤坂もすでに15度を超えています。日中は20度近くまで上がるところもあるでしょう。今日は風が強いんですが、それ以上に日差しが暖かく感じられそうです。さて、この晴れの天気、明日金曜日も続きそうです。で、明日になると風が収まりまして、気温も今日と同じくらいまで上がるので、明日は今日以上にお洗濯日和となりそうです。ここまで天気予報をお伝えしました。気象予報士の石上沙織さんでした。中村獅童です。 TBS ラジオ主催赤坂大歌舞伎、今年は怪談ボタン道路をお届けいたします。5月5日から24日まで TBS 赤坂アクトシアターで上演。チケットは各プレイガイドで販売中です。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。時刻は10時24分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村真奈美さん、お願いします。はい、お伝えします。千葉の京葉道路は下りの千葉東ジャンクションに故障車が止まっています。左1車線が通れず7キロ半、通過には35分です。強い横風のため速度規制が出ています。東京ゲートブリッジは最高速度が30キロに、常磐道の柏と八原の間、そして圏央道の幸手と五箇の間は最高速度が50キロに、またアクアラインの橋の部分は最高速度が60キロに制限されています。一般道神奈川の県道川崎町田線は事故で通行止めです。江北区の大竹交差点と都筑区の大熊町交差点の間は上下線とも通行止め、下り町田方向は1キロ、反対上りは500メートル渋滞しています。国道246の上り青葉区江田付近の事故の処理は終わり2キロ。埼玉の国道16号外回りは北区吉野町、今場東交差点で事故のため、岩槻方向は1車線が通れず3キロです。警視庁から以上です。中村真奈美さんでした。この次は10時52分頃お伝えします。世界800万人が熱狂したドラムタオ、今年の新作は祭りが響くと書いて最強。 TBS ラジオ公演で7月16日から18日まで文化村オーチャードホールで開催します。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。伊集院光とラジオと梅垣義明と王と花魁と、さあ改めまして、今朝はゲストにコメディアンの和歌が本舗の梅垣義明さんを迎えしております。コメディアンの梅垣です。よろしくお願いします。なんかね、シャンソン、シャンソンはもともと好きなんですか？僕ね、シャンソンっていうのそよりも宮さんが好きだったんですよ。宮明夫さんを通してシャンソン、例えば酔いとまけの歌っても今も一般的に、はい、子供の頃おふくろが酔いとまけの歌を口ずさんでて、はい、変な歌だ、えんやこら、何の、はい、聞いてて、はい、意味わからなかったんですけど、ね、はい、だけど宮さんから入ってますね、僕は。でもともすればさ、ともすれば
三輪さんなんて厳しい人でもあるから、そうそう、シャンソンをバカにしなさんなってなりかねないじゃないですか。でもね、そこがやっぱ三輪さんのこう懐の深さというか、うん、亡くなり戸川雅子さんがおっしゃったんですけども、はい、日本ではシャンソンというのはすごくおしゃれで上品なものと、はい、なんか、うんうん、奥様のなんかな歌みたいな感じで、うんうん、演歌にも演歌っていうのとド演歌があるように、うん、戸川さんがおっしゃったのがシャンソンもシャンソンとドシャンソンっていうのがあるんだよ、ね、恋愛爆の歌じゃなくてあの貧しい人の歌もあれば労働者の歌もあるんだってことで、うん、なんか、まあ、ですね、シャンソンに区別はないっていうのも戸川さんもおっしゃってるし宮さんもそういうのをおっしゃってますよね、まあ、懐深いです。見に来られたことあるんですか？ありますよ。それもね、あのその時もあの椅子ない桟敷席ですよ、はいはい、そうだ。で宮さんが座布団に座ってるんですよ一人、はい、周りのお客さんが三輪明だと思って皆さん中心にもう開いてるんですよ。ミステリーサークルみたいなオーラに近寄れない感じになってあれだって皆さんは座布団に座ることで考えられないでしょ。そうだよね、豪華な椅子ならば絶対椅子しかないもんね。玉座だ玉座でしょ。普通皆さん座布団座ってるからみんな周りとでその後に皆さん来ると思ってないじゃないですか、うん、お客さん本当に皆さん中心に周りにミステリーサークルできてて開いてまして、不思議な感じしましたよ。で怒らないどころか、いや面白かった、また来るわ。すごいです。後に毛皮のマリーに出てる梅垣さんです。ありがたいね。緊張するし嬉しかったし、だから僕も毛皮のマリーでシーン、宮さんがバスタブに入ってお風呂に入ったシーンなんだけど、僕、はい、自由で宮さんの腕を持ってこう脇毛を剃るシーンなんですけど、もう俺その時もなんかもう宮さんの脇だと思ったら今まで感じたことないような、なんか、はいはい、あのなんていうの、ドキドキしたの。ドキドキするっていうか。はい、じゃあやっぱ綺麗なんだ。で憧れでもあるし、なんだこれはっていう、同じ舞台に立って、しかも俺はなぜ脇を剃ってるんだろう。だって不思議な空間ですね。やっぱりすごく女性よりも女性をご存知っていうか、いやいや、もっと何もかも超えた感じの空気を持ってる人ですもんね。てで、あの僕はもう板付きして、僕と皆さん板付きでどんどん上がっていくんです、始めてるんですよ、うん、で始まる前に皆さんでさ、もう舞台始める時緊張しないの？するわけないじゃないの、普段と同じことすればいいんだから。お客さんに受け入れとかする色気を出すから、こうセリフ間違いでするんだから、普通でいいのよ、ね、あなたも自然でいいのよって言われて、あ、そうですねって、どんちゃん来ました、第一声セリフ皆さん間違えましたからね。言いなさんだ、そういうことを言いなさい。そこが可愛い、皆さん可愛いとこなんですよ。皆さんを可愛いなんて言うのあんたぐらいよ。で、人間のチャーミングな分持ってるからやっぱ愛されると思うんだよね。そうだよね。さあ、そんな中ですけども、はい、まあ、柴田さんももちろん出ます、梅垣さん当然出ます、はい、公演舞台の情報を、伊藤海田アナウンサーからお願いします。はい、5月27日の東京公演を皮切りにスタートするわはは本舗全体公演王と花魁、ゲストの梅垣さんをはじめ柴田理恵さん、久本雅美さん、佐藤正宏さんほか、わはは本舗でおなじみのメンバーが多数出演されます。なお東京公演は5月27日から5月31日まで中野ゼロ大ホールで上演されます。まあもう何とも言えないけど、5月の終わりには ね、はい、そうですね、本当に心から ね腹の底から笑えるような状況になってほしいですよね、はい、そうです。でもわが母の場合は他の劇団よりも今の間に個人練習ができることが多いよね。そうです。大勢でね、集まってあだこうだするのは今ちょっと控えた方がいいかもしれないですけど、うんうん、個人ネタが結構あるので、梅ちゃんで課題を持って一人で考えて歌うと、うん、私も私でこういろいろあるので、それぞれでみんなね考え始めてますので、へー、で必ずこうやれることを、豆の飛距離を伸ばしたり。飛距離。これ豆に特化してるわけじゃないですから。違いますからね。他も飛ばしますからね。他も飛ばすな。飛ばしますから。飛ばすだけじゃないんだけど。本当思うんですよ。みんなすごく今ストレス溜まってて、で、やっとそれが解禁された時に、もう心から笑えるものにひっくり返るぐらい笑えるのがいいですね。はいはい、で、全体公演中でも3年ぶりなんですけども、うん、その間にもちろん柴田美さんも僕もさ、みんな60超えちゃったんですよ。で、これがおかしくて、私柴田勲と2人で漫才やった時に、2人合わせて 100歳とか言ったんです。50歳、はい、今2人80歳って言って88歳か、うんうん、今2人合わせて120歳です。恐ろしいよね。いや本当そんなね、ババアとかがあんなバカなことやってるっていないと思いますよ。で俺ね、価値がすごい上がると思うの、うん、下本さんがね、股間にね風車つけてね、お客さんに吹いて回してくれっていうサービスがあるんだけど、サービスかどうかわかんないけど、あるんだけど、それをさ、
60行ってやりましょうっていいじゃないですか。そうそうそう、まあこういう時期だからこそ ね、このなんつーのわーっと笑って笑い飛ばして、ね、そして次に明日に進むこう力をつけていただけたらいいなと思って、ねじゃあちょっと伊藤楓の方が、お問い合わせ番号お願いします、はいはい、ました電話番号をお伝えします。 0570-00-3337 0570-00-3337サンライズプロモーション東京までお願いします。なおお電話の受付時間は平日の正午12時から午後3時までです。はい、なんかこういう時だからこそこのチケット使う日が来るんだから今我慢しようとかが、はい、もしかしてできればそれが一番 ね笑いのお守りだと思ってお問い合わせいただけるといいと思います。さあ梅垣さん、最後皆さんに聞くんですが、一言今後の夢ですとかやってみたいこと。やってみたいというか僕も本当60超えたんで、はい、まあ、今やってること本当にずっと続けたいんですよ本当に。なるほど、うん、だからそういう意味でも年齢も年齢なんだけど、なんかこの体力を維持してこの面白いバカなことを続けたいっていうのが一番の、これやりたいっていうのが夢はじゃなくて続けたいっていうのが一番強いですね。そうだね、うん、そうだそうだ、はい、あ、梅垣さんもう次のスケジュールがもうパンパンですから。本当だ、もう時間です。いや俺もいつ帰っていいのかと思って、あの来週はいつ来たらいいんですか。いや来週も、もう結構ですということで、それ冷たくない。梅垣吉明さん、ありがとうございました。ありがとうございました。玉結びパーソナリティの赤江珠緒です。木曜パートナー土屋レオです。今日の面白い大人には獣医兵藤哲夫先生ご登場。お、子供電話で一緒だった兵藤先生。そうなんです、兵藤先生玉結び来てくださるということで、動物の不思議いろいろ伺いたいと思います。この後午後3時からです。お楽しみに。あなたの財布に入っているクレジットカードから現金が返金されるかもしれません。なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすればあなたに現金がいくら戻ってくるのか無料で確認できます。0120-10-10-10-10-10-10代表は法務大臣認定司法書士田中修平。お子様の生の声を大募集、お子様インタビュー。今まで一番めっちゃ楽しかったことは、今ご飯食べたことがです。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったです。 OK。 このご時世、お子様がお家で時間を持て余しているようならインタビューごっこはいかがですか。パパのいいところは、おならが見てくさいところ。絶対ママに言わないで、うん、生まれてから一番楽しかった思い出は、一番おいしい食べ物は、最近知ってびっくりしたことは、子供とのやりとりをスマホで録画して動画ファイルを送ってください。メールアドレスは ij@tbs.co.jp。 こいた6歳です。小学校1年生。自己紹介はお名前だけでも構いません。この機会にお子様のラジオデビューを。 OK。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの柳沢玲さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は番組初登場、大丸松坂屋百貨店法人外商事業部がおすすめする国産うなぎ問屋の刻みうなぎかば焼きをご紹介します。お、まあ、今日はさ、その換気のためにドアが開いてるから、はい、少し前からずっとうなぎのいい香りが実はしてました。はい、ご期待いただいてましたね、はい。皆さんご存知でしょうか、4月16日は春の土用の牛の日です。そういうのがあるの。そうなんです、夏に向けてスタミナをつけるならやっぱりうなぎですよね、はい。そこでご用意したのは、大丸松坂屋百貨店の法人外商事業部が美味しいとおすすめする第五うなぎ工房の刻みうなぎかば焼きです。第五は大きいに漢数字の五です。はい、でうなぎの養殖が盛んな静岡県にある第五うなぎ工房、うん、実は都内の名店にも新鮮なうなぎを卸しているうなぎ問屋なんです。第五うなぎ工房は
国際的な品質審査機関モンドセレクションでうなぎ業界で初めての最高金賞を受賞した世界も認めるうなぎかば焼きを作っているメーカーなんです。まずはうな丼をお召し上がりください。いただきます。モンドセレクションよりね、うん、俺が認めるかどうかですから、ね、結局世界が認めたって俺セレクションですから、ね、ふわふわ身がふわふわです。おいしい、おいしいです、うん、絶品です、うん、どうですかセレクション認めますまあ、本当美味しいね、認定ですよね。ふわふわ、うん、いいです、本当に美味しいんです。タレの味もいいね、ねえ、うん、どうぞ他のうなぎ料理も召し上がりながらお聞きくださいね、はい、厳選した静岡宮崎県産の国産うなぎを大井川の伏流水に数日間さらしてから熟練の職人が生きたまま一尾ずつ丁寧にさばきます。一度蒸し上げた後ふっくら焼き上げる遠赤外線と表面を香ばしく焼き上げる近赤外線を組み合わせた独自の焼き方で本醸造の醤油と本みりんをベースに作られた特製のタレをつけては焼きと4度も繰り返しじっくりと焼き上げました。だからこんなに柔らかいの。そうなんです。今俺うまきをいただいたけどさ、うまきのこう卵の方に染み出てるタレで卵もまあうまくなるか、美味しいですよね、うん、今回刻みにしたものを1人前ずつのパックでお届けします。パックごと湯煎してそのままご飯にのせてうな丼でいただくのはもちろん刻んであるのでちらし寿司やうまきうざくなど一手間加えた料理も手軽に作れちゃいます、うん、でうな丼にお出汁をかけてサラサラっといただくうな茶漬けもおすすめです。いかがですか。ちょっとうな茶漬けやってみよう。俺はやっぱ巻きにちょっと心奪われてるなもう一つどうぞ。さっぱりしたうざくも美味しいんですよ。あ、美味しい、このうざくすごく美味しいです、ね、もう料亭の味みたい、ね、お茶にしても美味しい。うざくってあんま自分の馴染みがなくて、はい、あの薄切りにしたきゅうりとかごまとかとちょっと、はい、まあ、みょうが、はい、でまあ酢の物風にしてあるんだけど、はい、これうまいね。美味しいですよね。美味しい、このうな茶うな茶漬けも、うん、ねえサラサラと食べやすくて、こちらのこだわりの国産うなぎとなるとお値段が気になりますが、うん、今回はちょっと形が崩れたなどの理由で跳ね出されたうなぎかば焼きを刻みにすることでお買い得価格が実現しました、うん、はい、国産うなぎ問屋の刻みうなぎかば焼きは 50g 入りを7パック合計 350g のセットで税込み5980円、うん、なんですが、うんうん、春の土用の丑の日ということでさらに2パック増量です。9パック合計 450g でお値段据え置きの5980円です。あら、山椒とタレも9パックお付けします。 ありがたい、はい、そしてダブルセットはさらにお得です。4パック増量の18パック合計 900g で2000円お得な税込み9960円、9960円です。わー、はい、思い切ったねこれ。思い切りました。このお味でこのお値段お得です。はい、賞味期間冷凍で6ヶ月ですしね、うん、いや一食500円しないなと思って。すごい、計算早いですね。ねえ、ダブルだと、ねえ、うん、家で食事する機会が多いときこういう特別な美味しいものですよね。そうね、そうね。そして化粧箱に入れてお届けしますのでお使い物にもおすすめです。別途送料を頂戴します。なお4月5日までのお申し込みで数に限りがありますが春の土用の丑の日までにお届けします。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。はい、美味しいものどうもありがとうございました。ありがとうございました。5月5日は子供の日。五月人形をお求めなら吉徳の人形へぜひどうぞ。顔が命の吉徳。サコミチを色気より食い気に走らせる憎いやつ。伊香保温泉入り口西方亭の湯の花まんじゅう。いい味出してるな。西方亭の湯の花まんじゅう。中央事務所からのお知らせです。あなたの財布に入っているクレジットカード。そのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからなんです。中央事務所に電話をすれば、現金がいくら戻ってくるのか無料で確認できます。1万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたにはいくら現金が戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10。10-10-10。は
どちらのカードをお使いですか？あー、コピー出しすぎた。普段は頼りない先輩。でも英語の商談になると。Yes, I believe the customer will accept a proposal. このギャップ、ずるい。数ヶ月で TOEIC スコアアップも目指せる。話せるビジネス英語を学ぶなら、ECC 外語学院。ECC。桐畑徹のシェフが行く店のシェフが行く店。食のプロがお金を出してでも食べに行くプロの味を探して、桐畑徹くんが都内のお店に行きまして、その味を試食します。でさらにそのお店のシェフが通うプロのお店を数珠つなぎに教えてもらうコーナーです。担当はこの方です。おはようございます。蛍源氏の桐畑徹でございます。まあ美味しい店なかなかすぐには行けるような状況じゃないけれども、はい、メモっていただいたりとか、はいはい、まあ、僕なんかそのお店をもうターゲットとしてスマホに印をつけちゃうんですよ、うんうん、いいよね。でそれでそのもう世の中平和になったなっていう時に片っ端から言ってるわけです。ああ、そうだね。さあ、今週冷たいパスタ。はい、その冷たいパスタが食べられるお店はですね、西麻布にあります、うん、オッジダルマットさんというお店でございまして。オッジダルマット。はい。いや、俺これがさ、未だにちょっと半信半疑なんだけどさ、はい、フルーツのパスタ。そうなんです。うん、しかも、イチゴがたっぷりの。イチゴのパスタ、甘いのかしら、何なのかしら。そう、うん、これね、紅白の名前はですね、うん、紅白のイチゴと濃縮トマトの冷製パスタというトマトも入っておりますね。さあ、一体どんなお味だったのか、まずは試食の模様をお聞きください。今私の目の前ではですね、紅白のイチゴと濃縮トマトの冷製パスタっていう、まあ細麺のパスタが下にあるんですけど、上にですね、まず赤いイチゴ薄くスライスして切ってあるんですね。それに白いイチゴもカットして同じぐらいの量乗ってるんですよ。でその下にこれ濃縮トマトがいるわけですね。これなんでちょっと見えないかというと、その上にですね、透明なジュレみたいなのも乗っかって、さらに黄色い花びらが乗っかってますね。じゃあちょっといただきたいと思います。ん？あら。あの白いイチゴも一緒に食べるんですね。あの全然青臭くないです。最初にふわっとこのイチゴの甘酸っぱさが広がるんですけど、トマトのこのソースが爽やかな味で、でパスタがまたこの細さの中にあるしっかりとした弾力、こんなの僕食べたことないですけど、この白いイチゴちょっとうまいというですね、紅白のいちごと濃縮トマトの冷製パスタ、うん、これあのお店、ここのお店はですね、あのおまかせコースしかないんですね、はい、あ、そうなん、そのコースの中盤でこの箸休めとして出てくるパスタなんですけど、がっつりもんってよりもちょっと方向性変える感じなんです、そうなんですね、シャーベットみたいにさっぱりさせるために、ね、はいはいはい、もうほんと爽やかな味に仕上がってるんですけど、パスタはですね、あのスパゲッティーニと呼ばれる、あの、うん、カッペリーニより少し太いパスタを使ってるんですね。で上に乗ってたジェルはトニックウォーター、これね、そうなんです、またちょっと待って、再度混乱しがちこれなんかね、ちょっと苦味をプラスするために乗せてると。へえ、ね、でまあなんといっても驚きな白いイチゴ、はい、これね、あの早く摘み取ったわけでもなく、もう熟しても外側は白いままのイチゴ、その名も白雪小町という品種でございまして、まああの酸味は控えめで甘いのが特徴のイチゴなんですけども、あのね、ただ繊維は細かくてちょっとしっとりとした歯ごたえがあるんですね。でまあこれとにかく生産量が少ないんで、価格はあの通常の赤いちごの5倍から10倍、うん、高いよあれ。もう大きいやつですと一粒1000円で売られてるんですよ。わー、1粒1000円。ただここのお店は直接農家さんから送ってもらってるんで、リーズナブルなお値段で提供できてるというパスタでございましてね。これでもそのお任せコースの中盤っていうのがまた不思議だね、はい、なんか最後にじゃあこれはもう、うん、デザートだって割り切ってラストに出るわけでもなく、うん、やっぱり味のチェンジのところに入ってくる、ね、あるんでしょうね、喋ったものを
ついこの間までナポリタンをベニうどんって言っていた桐畑くんが。ナポリタンぐらいは知ってますけど。知ってました。知ってますけど。こういうコースは食べたことないんでね。お話を伺ったのはオーナーシェフの斉藤さん。オープンして12年目のお店なんですけども、まあもともと大学生の頃に、まあいろんなアルバイトをしてて、イタリアのお店で働いた時に、まあちょっと料理になろうかなと思ったんですけど、ただ今からスタートしたら遅いし、お店に入って修行しても年下からなんかいろいろ言われるの嫌だなって思ってたんですって。したらその店にいたこう信頼するシェフから、とりあえずイタリアに行って、で本場で修行してこの逆移入的な感じで日本に帰ってくればって言われて、言葉も一切できないのにイタリアに行って一年修行されるんですよ。すごいね、日本的な下積み嫌だったんだ。そうなんですよ。よっぽどイタリアの方が怖いだろうにね。そうですね。でまあ日本にそこから帰国してイタリアのレストランで働いて、でその時に知り合った料理の方と、まあ30歳で今のお店独立されるんですけども、まあ最初オープン前にですね、レセプションとしてまあ知り合いとかいろいろ呼んで。料理を食べた。その時200人ぐらい来てくれたんですね。で、またこの界隈の不動産屋もね、西麻布土曜日忙しいよって言われてたんで、さあ、満を持して土曜日オープンしたらですね、お客さんたったの一組。最初はやっぱ厳しかったとおっしゃってましたね。ただまあ、そのレセプションに来てくれた雑誌の記者がお店を取り上げてくれたことをきっかけに、お客さんが今どんどん増えていって、今では4店舗を経営されてますね。オッジ・ダルマットさんは六本木駅2番出口から歩いて8分でございます。いや、でもこれちょっと次つながるお店の方向性が変わりそうだね。かなり変わってるもんね、これね。そう、じゃあ続いてどこに行きますか？はい、斉藤さんにおすすめを聞いております。その模様をお聞きください。斉藤さんがプライベートでも行くお店を紹介してもらいたいんですけども、どっかそういうお店ありますでしょうか？青山一丁目ですかね。の匠慎吾さんっていうお寿司屋さん。匠慎吾、これ青山。青山。じゃあそこのこの一品食べてきてってのは何でしょう？あん肝と奈良漬けの握りがあるんですけど、ちょっとそれがですね、相性が非常に抜群ですね。あん肝に奈良漬け、奈良漬けでその握り、そうそうそう、スイカの奈良漬けだったかな。まあ食べれる時期もあん肝が美味しい時期に限るとは思うんですが、まあ私行くと大体ありますかね。あん肝と奈良漬けが合うんですか？合うんですよ。ええー、非常にちょっと普通のお寿司屋さんではあんまり食べたことないと思うんですけど、美味しいですね。それもこれなんか食べに行くきっかけってなったんですか？来たお客さんからどこいいよみたいな、お名前が上がってきて、で初めて行ってみたいな、ですごく良かったなっていうので、まあリピートしている、まあ、定期的に、まあ、行ったら次の役取っていくみたいな、そういう感じのお店ですかね。というですね、紹介していただいたのは青山一丁目にある、匠慎吾さんというお寿司屋さんのあん肝と奈良漬けの握りでございます。あん肝と奈良漬けって、ただいちごのパスタよりは想像できる。身近だから。さあ、でも美味しそうだよ。そうだよね。肝と奈良漬けは合いそうですもん。合いそう。だってあん肝はお酒に合うから、絶対お酒の味する奈良漬けには合うでしょ。酢飯が来て。でもどういう味かは想像できません。さて、ここで一つお知らせがあるんですが、はい。じゃあ伊藤楓からお願いしようかな。はい。このシェフが行く店のシェフが行く店のコーナーなんですけれども、来週から毎週月曜日のこの時間にお引っ越しとなりました。はい。次回の放送は来週4月6日の月曜日です。で、これを機にですね、頭の切り旗通るのを取りましてですね。いやいや、取らなくていいです。取らなくていいです。寿司屋も行ってますし。そうなんです。はい、もう俺もね、そのこと提案したら、いや、実はその先の分もあいつもう行っちゃってるんです、みたいな話ですよね。改めて月曜日のコーナーになります。はい、そちらをお楽しみください。以上、切り旗通るのシェフが行く店のシェフが行く店でした。楽しく感動できるスーパー。ロピア、アイウエアイラブラブラブラリルレラブラブラリルレロピアはラブラブロピア、愛に満ち愛されるスーパーコミコロピア、ラブラブロピア。日本人の死因第一位、ガン。悪性新生物と初めて診断確定されたら最高300万円の一時金を受け取れるがん保険はいかがでしょうか。
この一時金は支払い自由に該当する限り2年に1回を限度として何度でもお受け取り可能。すでに他の保険へご加入の方も追加で検討なさってはいかがでしょうか。昭和15年以降にお生まれの満80歳までの方がお申し込み可能な新ガンベストゴールドアルファ、お問い合わせは0120-676-626 676-626 FWD 富士生命まで。歩いていて人に抜かれることが多い気がする。長時間歩くのは気が進まない。そんなあなた、歩く力を維持してこれからも頑張っていきたいですね。そこで最瞬間製薬所から新登場の歩みのゼリー根の力。歩みのゼリーにはブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンが含まれています。この成分は年齢とともに低下する足の筋力に作用することにより中高年の方の歩く力を維持することが報告されています。特報ではなく機能性表示食品で食べやすいゼリータイプです。これからも歩き続けたいという方を応援します。歩みのゼリー根の力、まずは無料のお試し3本セットから始めてみませんか。お問い合わせは0120-777-444 777-444 最瞬間製薬所まで。時刻は間もなく10時53分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの長峰幸アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。新型コロナウイルスの感染者が1日アメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計で世界全体で93万人を超えました。感染者の数は先月31日に80万人を上回ったばかりで、感染の拡大が依然として続いている上に各国でウイルス検査体制が拡充されてきたことも反映して増加のペースは上がっています。死者は4万6千人を超えています。こうした中、アメリカの情報機関が中国が国内での新型コロナウイルスの感染者と死者の数を実態よりも少なく報告しているという機密報告書をまとめたとアメリカのメディアが伝えました。ブルームバーグ通信は1日、当局者の話としてアメリカの情報機関が中国が国内での新型コロナウイルスの感染者と死者の数について実態より少なく報告していると結論付けた機密報告書を先週ホワイトハウスに提出したと伝えました。トランプ大統領は会見で情報機関による機密報告書について受け取っていないと述べましたが、中国が発表している人数については少し少ないように見えると語りました。過小報告が事実であれば中国に対する国際的な批判が高まることは確実です。今年11月にイギリスで行われる予定だった気候変動対策について話し合う国連の会議 COP26 が来年に延期されました。イギリス政府はコロナウイルスの影響が世界で拡大している状況を鑑みれば開催は不可能としています。ただ、国連の気候変動枠組み条約のエスピノサ事務局長は新型コロナウイルスは現在人類が直面する最も緊急性の高い問題だが、長い目で見れば気候変動が最大の脅威だということも忘れてはならないという談話を発表しています。もう一つニュースです。自民党の河井案里参議院議員が初当選した去年夏の参議院選挙をめぐり、広島県安芸太田町の町長が安里氏が自民党候補として公認された後、夫の河井克行前法務大臣から現金20万円が入った封筒を受け取っていたと明らかにしました。明らかにしたのは広島県安芸太田町の小坂慎二町長です。広島県内の自治体トップで河井克行氏からの現金の受け取りを認めたのは初めてです。安芸太田町は河井克行氏が選出された衆議院広島3区内にあります。ニュースは以上です。ニュースデスクの長峰幸アナウンサーでした。ライムスター歌丸です。この度国立映画アーカイブの音声ガイドライムスター歌丸と見る国立映画アーカイブ常設展日本映画の歴史を担当させていただきました。映画に詳しくない人でも思わず感心してしまう貴重な展示内容を楽しくカジュアルに紹介しています。スマートフォンアプリ耳タブで誰でも簡単にダウンロードできますので皆様ぜひ一度お試しください。
時刻は10時56分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の中村まなみさん、お願いします。はい。千葉の京葉道路は下りの千葉東ジャンクションに止まっていた故障車は移動しました。渋滞は7キロ残っています。首都高速は5号線の上り志村でトレーラーと軽乗用車の事故です。左車線が通れず2キロ半、高島平から10分です。一般道神奈川の県道川崎町田線は事故で通行止めが続いています。江北区の大竹交差点と都筑区の大熊町交差点の間は通行止めです。下り町田方向に渋滞が出て1キロです。埼玉の国道16号外回り北区吉野町付近の事故の処理は終わりました。岩槻方向は3キロ渋滞が残っています。警視庁から以上です。中村まなみさんでした。次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、全数生活踊るの中でお伝えします。プロのドライバーですから運転には自信があります。でも事故リスクは思わぬところに。え？日立物流が進めているスマート安全運行管理システム SSCV はドライバーの皆さんの身に潜むリスクを感知し、安全運転を支援します。事故ゼロ社会を目指したい日立物流。TBS ラジオ伊集院光とラジオとエンディングのお時間です。まずは本日の山崎翔のメッセージですが、お母さんがもう知恵の輪を信じきっていますという、はい、海辺のダフ屋さんには美味しさと品質の山崎からデザートギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい。そして、プレゼントのプレゼント、図書カード3000円分3名様、はい、大田区にお住まいの小林藤子さん、さいたま市にお住まいの宮田恵理子さん、横浜市にお住まいのラジオネームハリーピーさん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、じゃあ伊藤楓から明日のゲストお願いします。はい。明日金曜日の有馬隼人とラジオと山瀬まみと、ゲストは子役の白鳥玉樹さん10歳です。はい。なんかあらかじめ収録したもののオンエアになりますということですね、はいはい、いやまあ世の中バタバタ、番組もバタバタしておりまして、はい、いろいろまあなるべく安全に、まあ分かることも少ないんだけどね、なるべく安全になるべく面白いものをお伝えしようと思ってますね。そうですよね。はい。うちのマネージャーもいよいよなるべく自宅待機みたいになってきて。ああそうなんだ、ね、でもやっぱりこういう現場の仕事はあるから、ね、うん、ラジオともいつも顔出してるんだけど、うん、ラッシュの時間に電車乗ることになるんで。ああそうかそうか、大変だわね、うん、それはいいわって話、うん、でも伊集院さん何かと手がかかりますから何かと手がかかりますからどんな手がかかるんだそんなに手がかかるかと思いながら何かと手がかかりますから、ね、もうみんなでね、いろんな工夫をしながら、この曲名を、まあ我慢することは我慢して、そうですね、過度に怯えずに乗り越えようと思っております。あとはもう手洗いとか、そうだね、基本するんですね、基本のちゃんとして自分で自分の身を守る、はい、睡眠をいっぱい取るってことになっちゃうのね。そうよ、ということでこの時間のお相手は伊藤楓と柴田理恵と伊集院光でした。喉に違和感があったら喉直接潤う龍角散ダイレクト、第三類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。